もしもし、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。おはくさん、おはくさん、おはくさん、頭のひまわりがチャームポイント。本日もいっぱい寝ました、本間ひまわりです。皆さんは今日一日どう過ごしていましたでしょうか。雨に濡れた方、椎茸を食べた方、そして舞茸が嫌いな方、しめじが好きな方、タケノコが食べたくても食べれない方、タケノコばかりを食べてる方、たくさんいると思います。皆様本当に今日人生お疲れ様でした。人生とかいうクソデカワードを使ってしまいましたが、よし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 。ニジペックス見てた人が多いのかなと、2時3時のね、箱が好きな人は。今最終結果見てないから教えてほしい、それだけ。佐々木が勝ったのかどうか教えてほしいね。同期のね、佐々木作というあのパンダフードをねかぶってる子が出てましてですね、最近夜中とかね、もう8時間とかリリムという悪魔と一緒に3人でね練習してたりとかしてたからね、もう優勝してほしいと思って。まだ出てないんだ。あ、そうなんだ。あ、そうか、気になるな。じゃあもうそれ後ほどってことでいきましょう。本日やるゲームはキノコヌンというねゲームになります。皆様キノコヌンというゲームは知っていますか。今はですね全く知らなかったんだけど、このねイラストを見たことがあったんだよ。誰だったっけな、誰かがね、なんかこの絵かわいいねみたいに言ってて、今見た時に最初あフリームで見たことあるゲームだと思って、フリゲーで、そうで、いつも今フリームっていうところのサイト使わせてもらってるんだけど、そこでめちゃめちゃかわいいのがあって、あこれはもう人生疲れたみんなにもうとっておきなんじゃないかと思ってねやろうと思ったの。じゃあホラゲーだったんだね。うん、ホラゲーだったのね。こんな可愛い見た目でホラゲーなのって感じだよね。うん、意味わかんなくない？こんな可愛いのにね。まつべこべ言わずやっていこうかなと思います。ちょっと待ってね、今ね言ってる間にね音を調整してたんだ実は。でやっていくか。こんなホラゲーな怖くないだろう。でもね港ではねこれがめっちゃ怖いって言われてるらしい。行きましょう。ではニューゲーム、おしょ、どんなゲームなんだろうな、全く。あ、ちなみにね初見、完全初見なんで、あのネタバレしたくないという方はフルスクリーンで見てください。今日はチャットね表示させてないのでよろしくお願いします。あらかわいい、もうかわいいね、もうかわいいじゃん。え、あらかわ、ここどこ。私学校の帰り道で森を歩いてて、あーよくあるパターンね。フリーゲームでよくあるよ、森を歩いてて誘拐されるパターンは。全然思い出せない。そして記憶ね、記憶がないのよ。これもよくあるやつよ。ここは誰かの家かな。なんか綺麗だね、誘拐されてる割に。とにかくここを出なくちゃ。そうだね、出た方がいいっぽいね。うん、なんで頭の上にネジついてんだ。あーこれ背景、おっそ、え嘘、あレベルアップした。歩いて何がレベルアップしたんだ、足の筋肉か、でっかなった。え誰、なんかなんか変な形のやつ出てきたけど、ドット荒すぎん。やあこんにちは。え、誰、この声はどこから聞こえてくるの。頭の上やね、おそらく。君の頭の上だよ、教えてくれた。あ、頭、あ、何か生えてる、取れない、何これ。お前風呂入ってないんか、もしかして。頭からキノコ生えるって相当やばいぞ多分。いたたたたた、やめて、痛いよ。うん、え
改めましてこんにちは、僕はキノコだよ。何のあだ名もないんだね。ちょっと音でかいかな、みんな音でかい、ここで調整したいな。最初らへんでちょっとでかいよな、多分気持ち的に。5ぐらいにするか。よし、どう、大丈夫。あ、こんにちはきのこさん、私はヌンです。あ、みんな言ってたよね、この子、この子がヌンか、ヌン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 言ってたけど、気持ち下げてもいい、本当気持ち下げてもいい。え、じゃあ5から3にするわ。3、これぐらいね。ヌンちゃんか、よろしく。なんか結構可愛いゲームじゃない？どこにホラゲー要素があるんだ？ホラゲー要素があるとすれば、頭の上にキノコが入るという要素ぐらいじゃない？あはは、なんで微妙な反応してんだよ。とりあえず混乱しているみたいだから、僕が状況を説明するよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいよ、はいよ。僕はこの屋敷で生えたキノコだから結構詳しいんだ。なるほどね、ここにもう生えてるんだ、いっぱい。それ詳しいかもね、いろんなとこに生えてるならね。ぬんちゃん、君は誘拐されたんだよ。あるあるパターン。誘拐？うん、背の高い人間が君を担いできてここに寝かせたのを僕は見たよ。あ、さすがキノコ、さすキノじゃん。君はなんだか眠らされているような感じだった。これは犯罪の匂いがしますね。それでその誘拐した人っていうのは、なんかちょっと待って、気分的にさ、なんかちょ、ヒマもさ頭にキノコ生やしていい？よければ頭にキノコ生やしていい？みんな、ちょっとなんか生やしたくなってきた。ちょっと生やすわキノコ。なんや横のやつ、意味わからん。生やすわ。よし、じゃあこれで。よし、君はここに放置してどっかに行っちゃった。顔は見えなかった。でも君をここに放置してどこか行っちゃった。はあ、どこか、おそろいよこれで、ヌンちゃんと。どこかに。それから何時間も経ったけど、その人はまだ戻ってきてないな。怪しいですね。さてさてヌンちゃん、幸いなことに君は縛られてないし、満身創痍ってわけでもない。確かにね、誘拐されたら大概バシャバシに縛られてるか、なんか軟禁状で締め出し食らってるもんね。チャンスだよ、起きたチャンス、脱出チャンス。確かにそうだね。お、元気になってきたね。もうそうでもないけどね。じゃあとりあえず出口を探してこの屋敷を探索してみようよ。うん、なんか操作されてる感あるな。このキノコさん親切だけど、ずっと私の頭に生えたままなの？なんとかならないのかな。まあ、確かに頭からキノコ生えてると割と気になるよね。しかも喋るっていう。ヒマもヌンちゃんやったらちょっと気になるかもね。ベッドか、疲れてるなら少しくらい寝ても大丈夫じゃないかな。特に眠くはないかな。ありがとう。なんかうまいことコミュニケーション取れてない気がするな。金庫だ、開けるのには番号がいるよ。うん、僕はそういうのよくわからないな。そっか。なんかエラー起きてる気がするな。こことかに書いてるでしょ。なあ、あんなくだらないものを金庫に隠して何がしたいんだ。いいから答えを教えてくれ。使うんだよあれ。キノコ入ってこいじゃ。くだらないもの、もしかして開ける必要ないのかな。いや開けろよ、こういうのはいるんだって。キノコ入れ、鍵になれキノコ。なんだこれ。0、赤い鳥は愛を知らず。1、白い蝶は恋を枯らす。2、黒い狐は命を捧げ。3、極彩色のタヌキは水を飲む。透明の人は火に飛び込む。青色の象は昨日を思う。黄色の神は山へ帰る。緑の声はお眠り。むずい、いやむずいむずい。3へと照らし合わせを。さすれば扉は開かれん。難しすぎるよ。なんだこれ。とりあえず9個何かがあるのね。これは箱だね。これ上に乗っても壊れなさそう。ん？別の方向から頑張って押せば動きそうかな。これはね、バイオハザードの知恵。
ックなんだよ、これ邪魔だな、カーソルも邪魔だな、これなんだ、こうがあると思ったらキノコだ、これ硬さはこう並み、いやそれ以上かも、なんか抜けたりするのかな、このキノコじゃん、このキノコがあるから押せないってこと、そういうことだね、多分こっちから押せるってこと、あ押せるわ、うわあびっくりした、何大地を出てきたんだけど、ロープだ、何かに使えるかも、やったロープ来た、アイテムはメニューで選択することで装備することができます、アイテムを装備した状態で怪しい場所を調べると使用することができる場合があります、よくあるやつだ、あ本当だ、これ本当にフリーゲームってぐらいよくできてるよね、こういうの、あまたレベルアップした、なんだ、はい、えイエーイキノコ、ええイエーイ、え言ってなくてごめん、実は僕には特殊な性質があってね、君が歩いてるとちょっとずつ成長することができるんだ、えどうい、え大きくなってくんの、どこまでよ、でもキノコって言うて知れてるでしょ、大きくなるの、でっかいキノコって、まあ、雨濡れなくなる程度ぐらいじゃない、でも重いのかな、え歩くと、うん、まあ原理は僕もよくわからないんだけど、そもそもキノコが喋ってる原理がわからないよ、まあそんなわけでたくさん歩いてどんどん僕を成長させちゃおう、え成長させ、まあでも言うてキノコでしょ、舐めてるよキノコは、えなんで、成長していくと僕はいろんな特殊技能を覚えるんだ、探索に必要な技能とかも増えるよ、あなるほど、じゃあ大きくした方がいいのか、そうなんだ、まあといって技能が増えるには結構たくさん歩かないといけないかもだけど、うん、歩いていくことに成長するって言ってたしな、まあそんなわけだからよろしくね、はあはあ、成長どんなか、はあはあ、成長どんな感じなんだろう、とにかく探索を続けよう、まあまあまあでも気にしてたらなあ歩けんくなるから、まあ、歩こういっぱい、あまたここにもキノコがある、あ引っ張れるんだ、これさロープで引っ張れたりすんのかな、あこれで持ってる状態なんだ、むロープ、あ来た、ロープを引っ掛けてみようかな、来たやんこれ、引っ掛けてみる、かわいいね、降りれるかも、え下に行けんだ、これ硬すぎないこのキノコ、え硬すぎ、絵画が飾ってあるね、タイトルは緑の人は声を枯らす、おー緑の人は声を枯らすだって、覚えとこうね、あトミカがあるよ、おもちゃの車かな、通れない、おもちゃの車だけどでかいね、機械仕掛けみたいだけど電源が入らないな、あーロープさっき使った、あーこれロープでさサスケみたいにさ引っ張ることもできたんじゃないかね、そうだよね、あまたレベルアップした、えまたでっかくな、あうわー、ちょっと影になってんじゃん頭んとこ、重いのかな、大丈夫大丈夫そうか、なんかちょっと体調悪なってない、もう下降りるか、あ降りた、あ何この簡単な仕掛け、ほう、まあ、でも下行ってみるかとりあえず、ほうほうほう、今日実験中何人かの研究者がおかしくなった、どこから声が聞こえるかと訴えてきた、明らかに難聴だ、幻聴？幻聴だ、地下の閉鎖的な空間で仕事を続けてきたせいだ、えキノコ研究所ってこと？彼らにはしばらく休暇を与えた方がいいかもしれない、え何？紅茶かな、ちなみに私紅茶にうるさいんだよ、え紅茶？キノコと紅茶ってなんかあったよね、ふーんで紅茶何？さあなんかキノコと紅茶って聞いたことあるぞ、めんどくさくなったのね、
なんこのスイッチを使うと部屋の箱の配置を戻せるような気がする。戻す。え、なんか変わったんこれ。え、あ、またレベルアップしちゃった。どうしよう。あれ、あ、やば。え、結構デカめなんだけど大丈夫そうかなこれ。あれ、ひなが知ってるキノコの中で一番背が高いかもしれないこのキノコ。あれ大丈夫そうこれ。ま、入ってみるか。あ、なんか落ちてる。この部屋の左にある通路ってどうやって行くんだ。前の部屋の箱のパズルで行けるんだろうけど、あ、下のね。とりあえず階段から箱の上に乗れるっていうのは分かった。階段から箱の上に乗れる。もうけど箱をどう動かしたらいいのか分かんねえ。これは一つ前の部屋のことかな。ほう、ぬいぐるみだ、持っていきたい。うん、でも脱出に必要なものだけにしといた方が。まあそうだね。いや、いいやろ。でも頭にこんなキノコついてんねんから精神的にな、クマあった方がいいと思うよ。ヒマ、なんでお菓子ばっかりこんなところに。秘密の隠れ屋かな。いいね、隠れ家。こういう部屋私も欲しい。ヒマも欲しい。なんならキノコの感想楽しそうだね。ぬぬ、椅子の下に本が。きたー、重い。重いってことはなんかできんのかな。重たい本読む気がしない。まあ重たい本って基本読む気しないからな。まあでもなんかできるんだろう。本読んどくか。お前、クマは本読まんか、さすがに。あれ、出れないのか。あ、出れた。でこれで箱の上を乗ることができる。あ、やばい。え、どうなるの、また背高くなる。わっ、あ、泣いてる泣いてる。もう重いんだよ。こんな傘が大きくなってくタイプかと思った。キノコさん頭が痛いよ。もうやめてあげて。ヌンちゃん痛がってんじゃん。キノコさん、ヌンちゃん、成長っていうのは痛みを伴うものなんだよ。いや、そう、確かに今もね、そうだわ。成長するたびに痛くなってたわ。で、成長しすぎたら痛風になるって聞いたことあるから、結局痛いんだよな。そんな大丈夫だよ、次の進化で終わりだから。え、終わり。さあ行こう。いや、行こうじゃねえが。やばいじゃん。じゃあこれどうしようかな。てかあれだ、早く行かなきゃいけなかったんだねえ多分。あ、なるほど、これ登ってる形なのか。ってことは元の形にした方がいいな。おしおし、ん、え、いや、ちゃ、え、どういうこと。こうでしょ。え、これいけなくない。どっちにしろいけんの。え、いけるのか。わ、や、あ、やったやったやったわこれ。え、やばすぎる。え、ぬんちゃん、え、おっそう動き。え、これどうしよう。ぬんちゃん、僕は今すごく気持ちがいいよ。こんなに晴れやかな気分は生えて初めてだよ。え、ぬんちゃんありがとう。僕はこんなに成長したよ。え、まあ、どうなか、ど、うわー、どうなったかっていうとこういうことでしょもう。でもこういうことでしょもう。え、嘘じゃん。え、怖いね。え、じゃあ歩かなきゃよかったってことこれ。そういうこと。歩いちゃダメってことだよね。え、ニューゲーム、そういうことじゃない。え、じゃあ歩いちゃいけない。あ、あれ、なんだ、なんだよ、夢落ちか。
なんだもうルンちゃんったらほんともう夢落ちじゃん。なんだよ、なんだなんだ。でも夢と同じ場所だけどなんだか結構暗いけど早くここから出ないと。でもさっきの夢は正夢かもしれないからあんま歩かずに行くあんま歩かんと行く。でも見て上のやつさ、夢やのに移動したままだよ。こアイテムは、あ、本持ってないわ。こう歩くのもちょっと怖いな。ロープもそこにあったから動かせないし、本も別に読んでも難しい話だったし、まあ、でも本なんかあるかもしれん。あ、やば、え、まさか散歩歩いただけで、うわー、散歩、いやーやー、るんちゃんお久しぶり。いや久しぶり、やっぱ夢じゃなかったのか。ひぃ、キキノコさん、やっぱりあれは夢じゃない。夢で終わらせないよ、ひぃ、夢で終わらせないよ、ひぃ、うぅ、ひぃ、なんちゃって冗談だよ冗談。なんか冗談言ってる BGM が冗談じゃないんだけど、 BGM が冗談じゃない。キノコさん最後のあれは、あれは僕の最終形態なんだ。ネタバレ、ね、ネタバレきた。最終形態？ちょっと大きくなりすぎちゃったね。ああなると君は動けなくなっちゃうみたい。ごめんごめん。いやごめんで済んだら、いや歩けんくなってたぞ最後。でもあそこまで行くと僕は自立できるようになって君から離れることができる。あ、そうなの？じゃあ離れたらよかったやん、死ぬ前に。僕も、あ、でもあの後離れたのかもね、夢だったら。僕も他にしなくちゃならないことがあるからね、忙しいんやな。でも安心してよ、しばらくしたらほらこんな感じに元通りになるからさ。一応リセマラシステムなんだ。なるほど、安心した、安心した。次の最後の進化の時もまた君はちょっと痛がるかもしれないけど、それもしばらく待てばこうやって収まるから。何、同じく成長しようよ。今も成長したいよな、お前だけ成長しやがって。大丈夫だよね。さあ行こう。何このチクッとするだけですよみたいな、ちょっとチクッとしますねぐらいの勢いじゃん。ちょっとじゃない、あ、めっちゃ痛かったんだ。ちょっとじゃないよ。いや、そこはカッコじゃなくて大きい声でキノコに伝えるんだ。訴えよう、裁判だ。もし君が前回アイテムを持っていたのだとしたら、最後の場所に置いてきちゃってるかもしれないよ。本とか、てか本しかない。最後の場所どこだったっけ。覚えてんだ、ヒマは賢いから。あ、ロープもつながってる。え、どういうこと、キノコ、え、どういうことこれ、これ触れてもいい、これは私脱皮したんですか。これは私ただのゴミだ。いや、え、ゴミが私にそっくりですけど、え、私にそっくりなゴミってこと。さあアイテム回収をしよう。これは何なの。見てこれさ、見てこのヌンちゃんの顔、もう悔しいですみたいな顔してるじゃん。相当感情よこれ、相当な感情。前の私、じゃあ今の私は2代目ヌンちゃん。アイテムを回収して、あ、消えた。優しいシステムだ、若干。ほうほうほう、あ、これ変わってないな。紅茶冷めてるってことは時系列は進んでるんだ、時間は。やっぱりで、これは部屋の箱の配置を戻せるような気がする。で、これどうなんだろうな、なんか変わってるかな、変わってなくね、変わってる、変わってないよね、変わっ、あ、え、嘘でしょ。
やべえわこれ。でも動けないんだよなこれ。ってことはちょっとあんまり動かずに考えよう。これ多分どうだろうな、これ、これ、あ、なるほどね、リセットってそういうことか。あ、前の箱ってこっちの前か。はい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 、そういうことか。こっちの話ね、前のって。え、あ、わかった。あ、歩きすぎちゃった、歩きすぎて。これのことだ。あー、これのことだ。あ、そういうことか。そうだ、同じだもんね箱。そういうことか、これ箱だったんだ。上でも箱だったもんね。ちょっと待ってよ、これでこれ押すんだ。これ一回押したらいい。これでいいや。これ降りれるか一回で。ああ、これ、あ、そのままいけるじゃん。あれ、そのままいけた。あれ、あれ、そのままいけたじゃん。あ、これでいいのか。え、いいのか。あ、いいのか。はい、ただの絵だね。あ、やばい、これやばくないか。あ、あ、まずい、やばい、これセーブあんのかな。あー、ないんだって。あらまよ、あー、あれー、カレンダーが先月になってる。こうダッシュの方がいい説ある。というかここ男子トイレだよね。うげげー、メモが挟まってる。来た、館長の書籍いいよな。研究所の直通の隠し扉があって、待って、みんな覚えてた、これ館長の書籍に、あ、研究所に直通の隠し扉があるらしい。パソコンで開くんだぜ、ハイテクだよな。この前一回だけ忍び込んで使ってみたらやっぱりいいぜ。ただしその時には仕事道具落としちゃったんだよな。多分階段付近だと思うけど、館長あの階段登ると怒るからな。昨日明日こっそり取りに行こうと。うん、隠し通路、パソコン、ちょっと顔見た方がいいんじゃない。鏡を見ると頭の上に生えているキノコがはっきり見えた。いや、そうなんですよ、はっきり見えたんですよ、思った以上に怖い。ヒマも見てるからね。もうそろそろちょっとやばいな、次で終わりだっけな、やばいな、今はいいかな。ぬぬ、ロープ来た。鏡を見ると頭の上に、あ、さっきと一緒か。はいはいはい、でロープゲットしたんですが、これも、これは消火器もあり。うわ、下の電話行きたいけどレベルアップしそう。ちょ、次見てみようか。あ、あ、ここ、わあ、ここも目もある。お風呂の水に変な薬を混ぜるのは安全のためだから仕方ないと思うんだけど。ん、安全だからといって他の水道管と別物にすることはないんじゃないの。誰かが2階のニンニク、あ、ニンニクじゃない、2階のタンクに薬剤を入れた後バルブを開け忘れたの。これで3回目よ。シャワーを浴びたいのにまだ着替えて上に行って、しかもあの部屋無駄センサーを探しても。バカじゃないの、なんか怒ってんね。聞く気がないからこっちにも考えがある。トイレのそばにショートカットを作ってやる。トイレにショートカット、薬、いや、そんなことよりシャワー浴びたいな。いや、浴びたら確かにキノコ消えるかもしれない。ここ調べてこ、ちゃんと。よし、シャワーを浴びよう。なんか目もある。え、水道モード、スイッチを押すごとに切り替え、通常3、2、洗浄、洗浄洗剤注入、3、え、洗剤洗浄注入すればいいんじゃない。頭ぶっかけたらいいじゃん、薬。ダメか。洗浄用の洗剤は現在空になってる。次回までにタンクを満たしておくこと。洗浄残量もうすぐ切れる。ん、これ
どこの部屋の説明書？水が出ない。あ、お風呂の底に何かある。メガネ？変なメガネだな。役に立つのかな。メガネ手に入れた。色メガネか。あ、来た。メガネをかけると何かが見える。何か？何かだって。なんだろう、何が見えるんだろう。でもそろそろやばい気がする。あ、下に扉がある。これ前から見えてたっけ。あ、これやべえわ。あらまよ。もう喋れんくなってる。ぬんちゃん落ち着いて。大丈夫、ちょっと痛いだけだからさ。そうだろ。うわあ、そうだろ。何、いきなり立場が上になったんだけど、このクソキノコ。は、はい、はい。え、奴隷にされるね。じゃあ歩こうか。星、うす、かわいそう、ルンちゃん。電話は通じないか、というかコードがない。ラジオだ、でも動かない。電池が入ってない。電池がいるんだ。よしよし。で、こっち行ける。鍵がかかってる。なんだかびっしり書いてある。ゴミを分別とか、挨拶の仕方、目上の人の扱い方とか。ほうほうほう。あ、書籍、書斎来た。ここ先言ってた場所じゃない？書斎っていいなみたいな。超能力育成シミュレーター、扉シーカー、取扱説明書。本作をお買いいただきありがとうございます。パッケージからフロッピーディスクを取り出してコンピューターに入れるだけで OS を上書きして自動でインストールが完了します。このシミュレーターはあなたの超能力の判定、または育成を目的に作られた作品です。超能力開発の第一人者、サイキックやまびこ、サイキックやまびこの協力を得て作った本格シミュレーターです。サイキックやまびこ、いいな。ゲーム内ではランダムに配置された扉が3つ現れます。あなたはこの扉から正解の扉を5回連続で選んでください。扉は特殊な画像処理、カセット都内に取り付けられた3つの特殊な装置による超能力者しか感知できない一定の電磁波によってあなたの第六感に働きかけています。第六感？第六感は得意だけどね。あなたはただそれを選ぶだけでいいのです。まあ、感じるままに生きればいいってことでしょう。それでは気ままな超能力開発の生活をお送りください。別紙がある。ゲーム内に一部ミスがありましたことをご指摘されるお客様に、なんか懸念する当研究所にお詫び申しいたします。ゲーム内での正解の扉の画像が他の扉の画像の違うというご指摘、またクリア後の文章が間違って表示されるという、なんかゲーム会社のなんかなのか。一つ目の問題ですが、画面を見ないという方法で回避可能です。見ない。その際のキャラクターのコントロールにつきましては、コントローラーを超能力で操作すれば問題ありません。2つ目の問題につきましては、クリア後の画面は超能力者しか見、あ、これ超能力者って、これあれじゃない、 3D メガネの出番じゃないの。データ解析などをお止めいただくようお願いいたします。当研究所ではソフトの交換返金は受け付けておりません。優しくないね。優しくないね、ここの会社。クーリングオフさせてよ。うわぁ、あんだけ長くて感想、うわぁ、ヒマと同じやね。うわぁ、文字長って思ったやろな。ヒマも思った。電話は通じないか、というかコードがない。コードあればな。あ、このパソコン動くぞ。ディスクを入れてください。ディスク、本の中にあるって言ってたよね。お、月光引くか。やばい、あー、これやばいな。これやったか、これやったか。あー、やったわ。これちょっとだけ本をお願いします。ちょっとだけ本を、いいっすか。あ、ダメじゃん、やば。まあまあま
もう出られてしまった。またごめんな、ぬんちゃん、ぬんごめんな、2回目の人生を歩ませてしまってすまない、ぬんすまんかった。じゃあ行きますか。よし。それっぽい笑い声。そうだよ、ヤギの、毒獣マン、またこ、なんか色が RBG バグってますね。何、なんかバグってる、やばい。あれ、三代目ヌンブラザーズ来ました。いやいや、ヌンちゃん久しぶり。この悪魔め、変態悪魔、命泥棒。ひーさあ、君からするとさっきぶりって感じなのかな。いや、やだ、もう嫌だよ。あ、行ったね、もう嫌だよ。あらら、まあまあヌンちゃん落ち着いて。なんだこいつ、そんなヌンちゃんに今回はプレゼントだよ。え、プレゼント、ううまずは第一弾、周囲が少し明るくなったでしょ。これは僕が少し発光できるようになったんだよ。発光範囲広すぎんか。うう、確かにちょっと緑に光ってるね。どうなっちゃったの、私の体。そして第二弾、これをあげよう。第二弾プレゼントきた。何すればもらえるんだろう、リツイートかな。出戻りキノコ、キノコ、なんとこのキノコを使うとこの地点まで戻ってくれます。おお、で戻ることってあるのかな。大事に使ってね。さ、それじゃあ歩いた歩いた。はい、うあ、もう奴隷決定、やめてよ、もうやだよ、このキノコの奴隷になるのはうんざりだよ。さっきのとこ戻るか、とりあえず。あ、やばい、やらかしたわ、歩きすぎた。違う、こっちだ。これ無駄がないように歩かないといけないってこと。あ、やばい。まあここで第一なら、まあまあ進んだ方でしょ。うん、で鍵かかってる。でこっちが書籍。あ、来た来た来た、よしよし。で本を見たいんだけど、あれ、あ、さっきの、さっきの私がいる。はい、来た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 。そうよ、もう慣れたでしょ、ただのゴミだよ。第二代目のこともゴミって言われた。消えた。でここで本を、本を、来た来た来た。え、風が吹いてる、空間があるのかもしれないね。そう、もうちょっと痛そうじゃん、入ってみる。ええ、はい、外に出れるかもしれんか、入ってみる。いや、ちょっと待って、うん、変な本ばっかり。ゲームクリエイターになる本、クソゲー収集家、パズルを作る西洋武器辞典。うん、え、なになに、クソゲー、クソゲーかぬ。あ、剣あるよ、剣、いいぞ。え、それで頭のキノコぶった切ればいいじゃん。ガラス外せないや、4つネジがあるね。ぬ、あ、一緒か。いや、これはまだ扉行かないよ。あ、やばい、早くない。あ、来た、ダンボール。残念ながら中身が入っているので持っていけない。本、本、本、いや、なかった、何も。え、あ、ここい、あ、そう、ここ行けたんだ直接。じゃあ行こうか。よし、行くぞ、入ってみよう。うわー、ダクトっぽい、ダクトっぽい、ダクトっぽい。ひー、キノコ。困った時はメガネをかけてみよう。視力の低い君の世界が見える。見えないものが見えてくる。メガネのサジ山、メガネのサジ山、まさかこれで
見えるぞ。あ、机の向こう側に落ちちゃったね。しまった、どうしよう。あー、どうしよう。なんで、狭くて手が届かない。まいったな。何か長い棒みたいなものがあれば。ちょっと誰か長い棒持ってない？長い棒、誰か誰か持ってない？ロープとかどう？ちょっと棒持ってない。あ、鍵が開いた。あ、ブーブーの隣の部屋来た。時計は壊れてる。太陽は出てるかもしれないね。そう、昼か。新たな菌類について、最新の動物実験の結果を報告する。劇的な成長は60歩周期で起こる。60歩周期。その成長は5段階に分けられ、300歩で完全。あー、これ頭の上のこいつだ。この仕組みは噛み合う歯車のように正解だった。300歩。どうしたんだい？お前だよ、ほんとに。ってなんじゃ、とぼけやがって。ヌーは心の中で静かに歩数を数え始めた。悲しい、なんか。あ、右下出てる。これまたロープでいけるパターンか。やばいな。で、これロープつけちゃおう。でもこっちも見たいから、鍵がかかってる。あ、待って、なんか無駄に歩かせる。床が、え、どうやら部屋の隅に運ばれるみたいだね。何か原因があるのかな。え、なんだ、色眼鏡かけるか。あ、あ、わ、なるほど、なるほど、あ、なるほど、これ押せばいいんかな。床にスイッチが踏む。お、やった、なくなった。え、めっちゃ色眼鏡いいじゃん。色メガネ。はい、ありがとう。お客様がご来館された場合、最近職員の不作法が目に余ります。子供じゃないんだから、来館されたご来客に会ったら挨拶尋ねられた時はきっときっと答えてください。あ、はきはきとだ。マニュアル、館長への訪問、書斎案内者、館長に報告、研究所への視察と開かずの物置までお待たせし指示を仰ぐ。勝手に地下研究所に案内しない。ほう、訪問販売等を追い返してください。サービス営業に困ってるのかな。セールスか。やばい、あと9ほど死ぬ。あ、なんかあった、やった。あ、こうして、あ、でもまだ大丈夫、あと60歩あるから。私は家に帰る、家に帰る、私は家に帰る。おかしなってもうてる。うん、うん、お家に帰ろうね、ヌンちゃん。なんだこの全工程キノコ。うん、うんじゃねえが。これさ、なんだろう、これ戻ったらさ、ゼロになるの？どうなのかな。使ってみる。出戻りキノコっていつ使うんだろう。金庫のためだけなのかな。地下の鍵、どこから行くんだろうね。1階のどこかに隠されているのかもね。ちょっとギリギリになったら帰ってみるか。わかんないし、うんともすんとも言わない。壊れてる。あ、バルブをひねっても何の反応もない。あ、もうやばいね。水道管に流している薬液は保険だ。冬虫夏草といっても虫どころじゃない。動物事件を見るために人だって影響はあるだろう。だからそのための保険だ。研究員はそのところを分かっているのか。薬液、そうだね、299でちょっと帰ってみれば、一回試しに。あ、さっきんとこなんだこれ。ほうほうほう。あ、もうやばい、もう帰るか。調べることなさそうだし、ちょ、帰ってみれば一回。出戻りキノコ使いたい。はい。あ、治んない、全然。
寝たらいいんじゃね。もうお釣りが来るほど十分に寝たのにね。え寝てたん今そんなに。いや寝たいんだけど、寝たい。え寝させてくれない。あやばい、もうダメだ、もう死ぬしかないんだ。あーもう死ぬしかないんだ今は。うわあ、寝たい寝たいです。ダメだ、何も押せないもん。え何、えぬんちゃんありがとう、やっと3つ揃ったよ。え何が、え3つって、これでやっとやっと拡散の準備は整った。え何拡散って、お前ガンランス使いか。えなんだ、え何が揃った。ムンちゃん君には感謝してもしきれないよ。えまあまあまあ、何みえキノコ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 が3つで何になんだ。ええムンはえキノコ変なった。えヌーンは、え、は、こういうことになってしまったんだけど、え、どうもこんにちは、キノコです。本日はキノコなんというゲーム、あ、キノコというゲームやっていきたいと思います。僕このゲーム初めてなんだけど、いけると思うんですよね。なんてったって僕はキノコだから、よろしくお願いします。いや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 、やばすぎん。キノコでかすぎるよな。ニューゲーム行くか。一回一回ループしてそうでループしてないんだなこれ。えキモすぎる。え誰か男の人、カビハイター持ってきて。誰か誰か、カビがすごいのよこれ。いつもの場所だけどひどく荒れている。な、何があったんだろう、何があったの。ゴミだらけだけど、えー、これまた、あれしかも何歩って書いてない。あやばい、あそうか、まだキノコ生えてないからだ。やぬんちゃんキノコさん、もう夢だと言わせないぞ、なんか言えよほら。ああのここはどうしてこんなに荒れているんですか。まあいろいろあったからね。何したんだよ、何したんだよこの部屋。は言えよ。そうだ、僕が進化し続けたお礼みたいなものだけど、えまたお礼を、え引用リツイートコメントありでプレゼント。君が歩ける量は少し増えてる。えそれに君の目はもっと鋭くなった。メガネがなくても今まで見えなかったものが見えてくるはずだよ。え改造された。ありがとうございます。ああそうだ、そこら中に歩くキノコがいるかもしれないけど、そいつらは僕の味方、そいつらは僕の味方、うん、味方なんだ。これでもしかすれば外に出られるかもしれないよ。お味方がいっぱいいるから頑張って。えじゃあそろそろ行こうか。なんだ味方っていうのはこれか、ゴミか、これか、これどこ歩けんだろうか。おいベッドがやばいよ、こんなベッドになることある。もう廃墟みたいになってるよここ、どうしよう。あここ歩けんだ。あれいるよ今、なんでいるの。とにかく回収しよう。あれ今いたんだけどここに。あ、地下の鍵がない。え、なんでパクられてんのそれだけ。ちょっと色眼鏡は常にかけとこうね。
なんか変わったりしてんのかな。あ、ゴミで通れなくなってる多分これ。あとほら見て、通れなくなってるわ。これどうしたらいいんだろうか。26歩、これ動かせるか。アイテム出戻り機能、こう重たい本ぐらいだよな。これあ、わかったわかった。いやわかんねえわ。これ動かせんのかな、このまま。動かせないな。あ、ってことはこうやって越えればいいんだ。あ、賢すぎた。ごめんなさい、きのこさん、賢すぎました。いや、え、いる。あ、これが味方。味方キモすぎる。忙しいです。キモ顔、キモすぎん。忙しいだぞって言ってる。忙しくないだろ、どう考えてもお前見た目的にも。忙しくない顔してるぞ。で、あれ、このロープは？このロープって降りてきたっけ？なんだかキノコさんの形が違う気がするんですけど。これが最後だからね。必要な形に変わったんだ。何必要って、え、必要な形、え、何。あ、ここか。怖いんですけど。え、どうしようかな。右下、あ、この木、いや、薬液ないから無理で、で下に行って、ね、これ、さっきんとこ行くべきかな。いや、覚えないといけないな、これじゃん。いや、でも汚くなったから取れるみたいなことない？うわ、ないわ。うわ、慎重に行かんといけんな、これ。で、こっちは、牢獄みたいなところだから、行かなくてよくて。あれ？あれ？車こんなとこあったっけ？道、通れなくした、クククは？いたずらか？あ、道通れなくなってる。あ、ってことは上の階にあった。ん？電源は入らない。上にあった。でももう横の部屋行ってたしな。あ、いた。おい。あ、忙しいだぞ。忙しくないだろ、お前。一緒に協力しろ。え、てか地下の鍵どこ行ったんだろうね。ここだよね、もともと車あったの。まあ今だと500歩ぐらいで、あ、500歩まで歩けるようになったんだ。やった、結構。どけよそこ。あ、やばい、500歩ならまあまあいけるぞ。うわー、あ、通れるようになってる。ぬんちゃん、お疲れ様。これを作り出すことが僕の当初の目的だったんだ。あ、さっき見たやつじゃない、これ剣で切り裂きたいんだけど。だるいんやけど、本で殴ってみるか。これ何？これを作るためだけに今は痛い思いをしたのか。うわ、向こうにあるじゃん。ってことは向こうに扉が？あ、あるってことはここ行けばいいんじゃね？やった！来た！ん？なにこれ、長い長い旅路で生まれたこの感情のことを僕は知らなかった。多分魔が差した、そういうことにしてくれ。おそらく最初はこれを退屈だと思ってた。だから群れに作った俺らを見て僕は少しだけ気が紛れた。あいつらはバカだが、もともとの性格があって個人差があった。ある程度元の状態に戻るものまでいた。キノコ情報ってことこれ。
でもそれでもすぐに抱いてしまった。彼らは僕に忠実だ。彼女とは違う複雑な感情を処理していない間がいいものだ。僕はこの感情を退屈と呼ぶのをやめた。何言ってんねん。どういうこと？は見てキノコからキノコ生えてるみたいになった。何言ってるん？こうメモがキラキラ光ってたってこと？ってことは重要ってこと？何言ってるか分からへんねんけど。最初の部屋戻ってきちゃった。ゴミの部屋のとこに。なんか変わってることとかあるのかな。まあ、とりあえず探索でいろいろ歩いてみるか。あ、これ邪魔なんだね、こいつらが。で、おトイレに来て、よいしょ、まあ、いろいろ探索して、あ、来た来た、成長する、やばい。え？なんかさっきより大丈夫そうじゃない？あ、ここも行けないんだ。これじゃ通れないよ。なんか潰せるものないのかい？あ、ていうかさ、金庫ってまだ開かないんかな。てか地下の鍵絶対ここだったじゃん。どこか、あ、光ってる。あ、1階の鍵を手に入れた。だってやった、ロッキー。同じ場所でも変わってんだ多分これ。はい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 。ここじゃない？来た？あ、開いた開いた、来た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 。ん？どこだこれ。めちゃめちゃスカパーみたいなアンテナある。なんだこれ。あ、キノコ、これキノコか。これアンテナかと思った。これ本あるんじゃん。本本本。パイン缶好きかい？なんかちょちょ入れてくるな、パイン缶。うん、大好き。あ、パイナップル好きなんだ、ぬんちゃん。え、今の情報って必要だったの？マジで。ちょっと色メガネつけとこう。こだわりメガネ。乾いた麺の類だね。これなら何日も生きれそう。健康には悪いけど。ほうほうほう。大きい鏡か、壁にネジで止まってる。ネジ回しあれば2個ぐらい進みそう。あ、なんか黒くなったんだけど、キノコ、右のスカパーキノコ。あはあ、もうこんなに歩いてしまった。助けてよ。落ち着いて、ぬんちゃん、君ならきっと。いや、まあ行こうか。やだなんですけど、誰か助けてほしい。お前助けろ。元気ないならご飯を食べないよ。すごい。やばいね。やっぱキノコだからって語彙力がないのかな。あ、パソコンじゃない？裁断機？頭の切れよ。どうしたの？え、今切ること考えたでしょ。ほら来た、キノコ切り落としてみようか。これこれこれ。じゃあ行きますね。もう速攻切り落とすよ、暇は。いや、待て。とりあえずこの紙を見ようか。今気づいた。あの本に挟んでいた梨。しおりか、これ。しおり、あれがそうだったのね。でもめんどくさいから回収は今度でいいや。それに研究室にはパスワードを入れることにも気がついたし、当分あのパスは変わることないし。いや、罠かな、これ。罠だと思う？いや、でももうね、日までは時間がないの。あと60歩ぐらいしか。待って、こんなか動かせるんだけど。え、動かせない。ちょ、色眼鏡持ってるからか。あれ、ダメだ。ちょっと待って、これ動かせるんじゃないか。ダメだ。ってことは向こうから押せるんだ多分。
まあでももう時間がないから50歩とか、50歩じゃ何もできなそうだから、いやできるね。文章の全てが塗りつぶされている、読めない、なんて書いてあったんだろう。あ、もうほら、もう死ぬぐらいなら頭の上のキノコ切るわ。切ります。はい、よろしくお願いします。頭のキノコを切り落としてください。いけ、よし、いいぞ。寄生さ、イエーイ、来た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 。お前弱いね。ごめんね、キノコさん、弱いわ。こんなにやられていたのか、バカめが。は、嘘だろ。ええ、なんで、え、なんかしかも黒柳徹子みたいな頭なってんだけど。え、え、頭変わった、ヘアチェンした、切った時に出た酸で溶けてる、もう使えないね。強すぎだろ、酸出てきたんだ。え、お前見てただろ、教えてくれよ。何も言わねえ。どうしようか、これ持ってるもんないし。うん、通れないし、とりあえず戻って。いやでも戻るか、いやちょっと考えよう。今できることは、1階の鍵まだ開くんかな、これ。あと出戻りキノコ、本なんなんだろう、本なんかありそうだよね。あー、どうしようかな。1階の鍵、キノコ、左奥行ってない、左奥ってこっち？あ、え、え、こう扉ある？あ、ここか？ないわ、もうないやん。どこ？左奥ってどこだ？ここか？じゃ戻るじゃん。待って待って、考えろ、よく考えろ。パソコンの前で本。いや。ちょっと思い出せ、パソコンにはフロッピーディスクがいるって言ってたし、これ何歩、500歩、500歩だろ。書籍行ってみるか。これ戻るから、こっちではなくて、箱を動かす部屋に何かある？本当？見てみよう。まあまあ、一段階ぐらいはいいよ。動かしてやるよ。え、ここってこと？色眼鏡でなんか見えんのか？見えないな。ここか、左上。あ、ほんとだ、暗くなってる。なるほど。ってことは、まずこっちに動かして、いや待てよ、あ、いいんだ、こっちに動かして、あ、いや、いいか、あ、いいんだ、あ、いいんだね、いや、いいんだよ、あ、いいんだ、あ、いいわ。で、こう上にして、で、あと横持ってって、ここつなげたらいいだけだな。よしよしよし、いいいいいい、よし、待て、これこっち行って、いや横から動かさないといけないから、いやこっから動かさないといけない、あ、横なのか、あ、違うわこれ。あー、やばい、やばいわこれ。リセットしないと、ここ2列だ多分、ここ2列じゃないといけないわ。うん、
だからとりあえずここ、いやちゃうな、ちょっと待てよ。まずよく考えろ、まずここ押すじゃん。でここ押したらやばいから、いやそうでもないな。上行ったらやばいからもう無理だから、うわーもうこんなんする間285だ。下やってとりあえず行けるようにするじゃん。よし、そうだな、行けるようにするじゃん。あーやばい、300歩だ。うん、でこれでこっち回って回り込んでこうだ。ちょっと待って、で回り込んでこっから動かしてここに入れます。じゃあこいつは、待って、こいつをこっちに回してここに入れます。でもこいつが先般なんだよな多分。あ、分かった、だから下から行かせればいいのか。でも下ってさ、これあった動かせる場所、まあ、とりあえず置いてみるか。こっちは多分合ってるわ。あ、ちょっとお前クリックで、バカがよ。あ、黒い跡ね、確かにそうかもしれん、誰かが動かした跡かもしれん。で、こうだ、ほんまだ。うわ、わざとこうやって歩かせるようにする罠なんだ。ほら、見てみんな、こうやってヒマを一歩一歩キノコに侵食させるというトラップなんだ。トラップトリップトリッピング。よし、え、ちょ、体調悪い。あ、誰か、あ、床の隙間に何かある。フロ、来たー、フロッピー来た。何これ、うん、パソコンの何か来た来た来た、フロッピー来ちゃ。で、フロッピーはやばいね、裁判機でやりたいね。書斎ってどこだったっけ、下だったよな、下の右にあったんだよな。あ、でも下通れないんだった。うわー、これもう死ぬんか。ちょ、誰か助けて。うわー、これ、うわー厳しそう。ここ、あ、ここじゃん、ここじゃん、ここだよね、ここじゃん。いけたわ。うわ、散歩散歩です。え、壊れてる、終わったわ、終わったわ。どういうこと、なんか本になんちゃら、フロッピー本をなんちゃらって言ってたよね。こ、終わったね、これ。え、ここじゃないパソコンってこと。終わったわ、あと3歩で今の人生終わり。なんで壊れてんの、壊れてないパソコンってあったっけ。ちょ、戻るわ、とりあえず。でもバレキノコ、ここで何かをできるかどうか。やばい、あー、キノコに侵される。え、なにこれ、飛んでる。冬？終わりだよ。すべてが終わった。え？またね、ぬんちゃん。え？何が終わったんですか？え？いやいや、わからんままやん。え？冬タイプになって終わった？え？なんなの一体。まあでもパソコンは壊れてたから、でも次壊れてるかどうか分かんなくない？ねえ、ちょっとやるか。
すいま、あ、え、来た、ありがとう、え、君のおかげだよ。なんか、俺なんかしましたか。長い長い年月おかげで僕らはやっと外の世界に行ける。外に出たかったってこと？それじゃあ君を解放してあげる。君としての関わりはとても楽しかった。何？じゃあね。え？ほっぽり出された。どこ、ここ、今は誰？外に出られたの？あいつは？え？歩いて大丈夫なん？キノコ生えん？なんか草なんか草、別に怖くないし、なんか草デザインセンスあ、え、爆弾、キノコ爆弾、よくない。あ、え、嘘だろ。これで出てきたのキノコ雲とかだったら許さんぞ。うわ、キノコテロだ。エンディングナンバー8、バッドエンド、終わりの始まりの終わり、え、終わりの始まりの終わり世界がキノコだらけになった。ワールドイズキノコになってしまった。何これ、記録歩数マックス、歩数総歩数2390、おめでとうございます。あなたがカビ級です。誰がカビやねん、誰がカビやねんってな。どういうこと？カビ割り。え、でもキノコのままなんだけど。ニューゲームしてみるの？え、こっから？え？どういうこと？ニューゲームがニューゲームじゃない。え、いやいやいや、クレジット始まった。ありがとうございます、ありがとうございます。え、クレジット始まった。どういうこと？エンディングなのかな。来た。あ、なかったことにするってあるわ。ほら、なかったことにする。これもう一回やってもそう？いや、そうだ。うわ、マジか。じゃあこれはもうこれでおしまいみたいな。いや、こう、なかったこと、そうだ、いいこと考えた。なかったことにしよう。いや、それで、で、いや、いい、欲しいな、そのコマ、このコマンド。なかったことにするコマンド欲しいな。なかったことにしてーな。ね、失敗したらこのボタン押せば、これ欲しいな。なかったことにしよう。すべてなかったことにして。何これ、下に5円とかある。もう一度あの頃、あ、戻れるんだ。2周目3周目4周目、キノコの能力はなくなります。あ、ちゃんと戻れるんだ。じゃあさ、みんな何周目、あれかな、フロッピーディスクが欲しいから。いや、何周目だろこれ。いや、何周目か覚えてないぞ。これ一番最初からやってよくないかな。いや、でもな、一周目か。でもフロッピーディスクをさ、拾った、早めに拾って入れればいいのか。ちょっと1から始めようさ。え、今押したよな。ニューゲーム大丈夫なのかな。あれ、いける？あ、いけた。あ、明るい未来。え、あ、来た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 。あ、ほら、一周目の暇だ。ほら、で、キノコ生えるんでしょ。来た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 。一からだ。最短でいけばそう。絶対大丈夫。いや、もう知っとんねん。今ネタバレ見たぞ。一周目やってるんで。前世お前の何か知ってるぞ。来世も前世も
キノコだろ全部カビ目。よしよしよし、よし行こう。でこれをこうしてロープを出てくる。でちょっと待って、ちょっと待って、ロープ取って下に行って箱を動かして、まずフロッピーを取る。で良いね、よし最速最速これ。あもう F5 しちゃった、びっくりした。F5 スター慌てすぎてびっくりした。でこれね、はい、で降りて、今の通りやればいいから、こうでしょ、効率中。よしよし、でこうでこうでこうで、あもういいからそういうの。まあ、まだお前かわいいキノコ、え500円の前300だったっけ、300だよね。よしよし来た、この言葉が伏線になるとはな。まあ1周目だから余裕で、ここでよし、いいねいいね、初見プレイとは思えないこの滑らかさ。よし、本当に初見ですかこれ。よし、無駄なく歩こう。はい、でこれでもう一歩ずつね、確かに歩み出していこう。確かめてね、一歩一歩ちゃんと。もう知ってんのよ。でもあれだね、右下に歩数出てないからちょっと心配だね。でフロッピー手に入れた、これで1周目の役割はまあいいんじゃないか。でちょっと考えよう。で1周目これやったじゃん。でじゃあ1周目待って、フロッピー取ってで次の部屋に行くのに、とりあえず右の部屋行くか。とりあえずこっち行って、下に行けるから、あちょっと一歩無駄した。でここ行って、でフロッピー入れればいいんじゃない、ここで。ダメか、ここで入れるのはまだ早いか。ちょ入れてみていいか。でこれで、あ来た来た、ディスクを入れてください、これでいいよ。そう DVD とかなんとかどこかにあるかな、自分の手元あるんよ。いくよ、あ来た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 、いいじゃん、ドラゴンシーカーの謎ゲーム、なんか来た。君は超能力を持っているか、我々はサイキックパワーを持つ者を待っている、さあ5回連続で正解の扉を開けるのだ。来た、言ってたやつだこれ。しゅ、来た。なあこれ第6巻で感じればいいのか。じゃあここで、ええどういうこと、何ワンって、何ワンって、やめますか。ヒント、心の目で扉を見るのだ、君ならできる。クソヒントきた、心の目って何。ワン、あ待って、でもカドッチョがさ、あカドッチョがなってるよほら、これじゃね、ヒントあるじゃん、カドッチョがなんか丸っこくなってる。おめめ、あくすげえ、あれおめめ、おめめ、あ、はい、え何かが開いた、
え、何が開いたのか言ってほしい。何が開いたの？え、何が開いたんだ今。あ、下か。え、違うか。これ来たとこだもんな。違う。え、どこが開いたんだ今。右？え、ここ？あ、ここだ。キープアウト。え、これは一体？ちょっと待って、色眼鏡。あ、色眼鏡持ってないんだ。これ落ちそうじゃね？あ、落ちたよ。あ、来たー。切っちゃう、切っちゃおうぜ。切るよ、もちろんね。しれ、お前はただのしょぼくれキノコになるんだよ、バカめ。謝らなくていいよ。で、また入るね。ニョキ。なんで僕、いや、あの、あ、あ、前世の記憶あるんですか？ちょっと鍋食べたくて、せっかくぬんちゃんには親切にしてるのに、あ、一周目のお前は親切だったか、そういえば。ごめんなさい。ま、でも僕は何度でも生えてくるから気にしなくてもいいよ。ずっと君と一緒だよ。一周目だからか。失踪した研究員はおそらくあのキノコに操られてしまったのだろう。今頃彼らは、奴らは暗がりに身を潜めている。彼らが矢に脳に放たれたことで大規模なパンデミックが起こるのではないかと こうする研究者もいる。まあさっきのエンディングキノコだらけになってたしな、世界が。全くアホどもめ。一体今まで何を研究していたのか忘れたのか。彼らパンデミックは起こり得ない。キノコの弱みは日光の他にもあるだろうが。あ、キノコってさ、光に弱いの？お前らは地下室に鎮座しているあれが何だと思っているんだ。あのトイレのやつかな。何が書いてあったんだい。え、お前が光に弱いって、お前を消す方法ってやつだね。あれってなんだろう。あ、見てないからわかんないんだ。血が落ちてる。終わりかな、もう。なんか点滴するやつも落ちてる。で、これで一周目でやりたいことあるかな。トイレだな。トイレに行きたいな。待って、なんか書いてる。この先研究室でも通れそうにない。この穴から行けばダメなんか。無理やな、無理やな。あ、レベルアップ。まあまあ、まだ大丈夫。うん。で、これでこうでトイレ行きたいね。あれ、なんでトイレって取れなかったっけ。あれ、一周目じゃなかったっけ。これ、わあ、この週じゃないな多分。隠し通路は見た。いや、これ止まって考えよう。メガネは風呂だったっけ。風呂ってどこにあったっけ。風呂どこ。風呂、本もある。あ、鍵は。そうなんだ、何周目とかじゃないとダメなんだ。右の方だった、ありがとう。右の突き当たりね。あ、ここか。ありがとう、ありがとう。マジこれ、もう視聴者参加型ソロゲー、助かる。で、メガネを手に入れた。で、ちょっとメガネかけとこう。で、メガネで、メガネ取った。じゃ、地下の鍵。地下の鍵？これなんもなかったっけ？あ、なんもないわ。で、あれ、ロボ、
ープ、ロープここら辺で拾った気がするけど、ロープは違かったっけな。うわー、一瞬これ何回もやらないとわからなんだな、多分。で、地下の鍵ってどこ？地下の鍵は、でも結局、あ、下、地下。よしよし。よしよし。あ、女子トイレで撮ったっけ？あ、ある。なんで？さっきあったっけ？女子トイレロープ。わあ、これ覚えへんか。コマか。ロープ。メガネ取ったから、ロープ取って、ロープ使うのは右下だったっけな。あ、メガネかけたからか。やっぱメガネかけとこう。ちょっと飲み物タイム。1階の鍵も欲しいんだよな。だからこっちだ。あ、そう、そしてここ行ってないんだ今。あれ、そんな玄関に、あれ、錠前があんなに、あらら、あからさまな錠前だね。鍵を探さなきゃ。帰る。私は絶対に家に帰るんだ。うんうん、その位置だよ、のんちゃん。きっと屋敷内に鍵はあるはず。隅々まで歩いて回るね。なんか落ちてる。発芽したキノコは太陽の光に弱い。一部分でも太陽光が当たれば菌糸の根まで消え去ってしまう。そのため当施設には窓をつけていない。ほーん、外にさえ出られれば。うんちゃんどうしたの？うん、早く帰りたいなって思っただけ。そうだね、僕も外が待ち遠しいよ。嘘つけー。強がり？それとも何？強がりでしょ。強がりなんだから。なんだかびっしり書いてある。ご名分別とか挨拶の仕方、目上の人の扱い方。これ前も書いてたな。前の前世の記憶もありますね。カードキーがない、まずいことになったぞ。まあ今のところ他の研究員が入室するときにさりげなく同時に入るだけだからいいけど、もしかして私のこのサボり部屋に置いてきてしまったのだろうか。箱いっぱいにある部屋にそれはあるんだけど、そこで疲れたときにお気に入りの本を読書するのが最近の癒し。というかあの本もない。なぜ今かなりいいとこでしおりを挟んでいたのに薬味だわ。箱のいっぱいある部屋どこだろう。本見たとこだよね、多分。ただの本棚かな。一冊本が抜けているのが気に…ここにないないするってこと？ちょ、キノコ切りてえんだけど。ちょっと子供もいた。いやー、これキノコ切るところってもうだいぶ先だったっけかな。うわ、違うだ、こう図書室だもん。ここ何？あれ？ここは？ここだけなんか変だ。あー、はしごが出てきた。誰か死んだよ、明らか。誰もいないのか、かわれ。レが生き残るためには誰か見つけないと助けてく。ここにいた人たちはみんなどこに？もうこっから行っちゃったのかもね。何？専門書ばかりだ。菌類、キノコの本かな。うん、よくわからないものだらけ。何も入って、白衣も入ってる。やっぱ研究員がいたんだ。ちょっと下行ってみようか。あ、自販ある。こういうのが普通にある家って憧れちゃう。どうして？好きな時に好きなジュースが飲めるもん。それにお金だって取り出せるし。そうだね。何、なんかちょっとまずいみたいな。ここ苦手なのかお前は。これ光だから苦手なんじゃない？お金持ってない？
や、なんかちょっと気まずそうじゃないこいつ。なんでドン引きしてんのこんなに。なんでドン引き意味を。誰、カードキーまたはパスコードを入力してください。いや長っ。え、嘘やん、長っ。え、こんな長いパスコード見たことある。え長っ、長すぎ。桁数多すぎだろ。絵画が飾ってあるね。タイトルはタヌキはお眠りよ、日の思う、黄色の人は命捧げ。恋はどこ行った。長いよ、これも長いね。これなんかあんのかな。タヌキはお眠りよ、昨日を思う、黄色の人は命捧げ。恋はどこで、黄色の人ってヒマのこと。なんだろうこれ、なんか絶対インドじゃんねこれ。隣のやつちょっと喋りかけてみよう。あっ、マジか。うわー、キノコさん頭が痛いよ、やばい。いや、まだいける、まだいけるでしょ。ま、マネキンかな。え、おい、キノコで見えなかったじゃん、なんか消えたし。おい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 、この機械でコンベヤー動かすのかな。鍵穴がある、鍵が必要だね。ほう、ベルトコンベヤーで何かを運ぶ何かがあるのかこれ。なんか動かせんじゃないの。ダメだ、動かせないや。アイテム回収しやすいとこまで戻るのありだな。それはそうだわ。とりあえず最短でアイテムの場所に戻ろう。はい、ここならいいでしょ。ま、もう終わり。でも一周目にしてはさ、結構よくできたくないね。割といい感じだったんじゃない。うんうんうん、まあ、これは1周目じゃん。で、ね、2周目どうする。まあ、まだいいわこれ。待って、ちょっとメモるか。1周目で鍵、いや、お風呂からロープ、女トイレからロープやったでしょ。女便所からロープしたじゃん。で、フロッピーをパソコンに入れた。フロッピーをパソコンに入れた。マネキンを消し去った。下の部屋、玄関の横でマネキンを消し去った。で、あとないかな。1周目それぐらいか、今やったの。はい、じゃあ2周目。あ、左上の、あ、フロッピーだからいいかな。じゃあ2周目行くか。じゃあ2周目行こう。とりあえず本取りたいね。うん、あ、来た。あ、緑じゃないか、暗くなるんか。そうだね、金庫のやつ知りたいね。あ、びっくりした。毎回びっくりする。で、これで、いや、もう知ってるよお前のことは。なんちゃって、2回目もムカつくな。で、これで本ってどこに、どこで見つけたっけか。うん、ここの、コントロール長押しでスキップって、神コメント、ありがとう。金庫だ、
開けるには番号がいるよ。これだね。くだらないものって言ってるよ。くだらないもの。え、これ？これかな。照らし合わせをさすれば扉は開かれん。これのことだよね、多分。紫の蝶は山へ帰る。何を言うとんだ。これで本ここだよ。こっちだよね。これ変わってないの。で、ちょっと待って、頭おかしくなってきた。いや、戻さない。あ、やばい。あ、でも大丈夫大丈夫。裁断機またあと1個戻っ、あれ多分使ってないからいける。こうでしょ。あ、さっきのヒント、あ、ヒントなんだ。メモった方がいいのか、あれ。あー、そうか。いや、でも2周目だから行っとこう。2周目だからまだ余裕だから。いや、もうすぐやん。すぐなっちゃうよー。これ一緒だな。あ、このこいつだったっけ。本来た。これね、紫の蝶は山へ帰るってやつか。これか。2周目、本を手に入れた。紫の蝶は山へ帰る、これな。はい、キーワードって書いてある。よし。で、これでオッケーで、おー、で、上の番号と何かあるのか。これもか。紫の蝶は山へ帰る。あ、そういうことか。紫の蝶は山へ帰る。紫いなく、あ、照らし合わせゲームってことか。ってことは、紫の山は、あ、じゃあ紫の山じゃないわ。ってことは、紫の長は山へ帰る、だから、紫のは、まず8。紫のが8、長だったっけ。長和は1だ。81、山へ帰る。6。あ、816だって。ヤイロ？ヤイロです。ヤイロ？本当？え、なんでいきなり、なんだこんなん出てたっけ？81123456。いけ、ヤイロ。きたー！間まで。これは？電池？あ、待って、電池、ラジオ、ラジオ電池、ラジオ、ラジオだ。ちょ、行ってくるわ。あ、ここ通れないから。うわ、また戻ってやがる。うわ、これ2周目お願いです。ママ行きたいな。ちょっと重くなっちゃった。いや、まだ行ける。
こうで、こうで、こうで、あ、拾ってなかったね、そういえば。これさ、拾ってなかったらさ、あれなのかな、赤狼みたいに経験値とかね、吸えなくなっちゃうのかな、お金みたいな、次なくなるみたいな、それがどんどん増えていくのかな。はい、電池。おしょ、ラジオに電池を入れてみようか。じゃ入れてみるよ。出てる。え、フリー BGM 来た。人生は甘くない、椎茸もお鍋には入ってる時もあるから食べないといけない時もある。親戚の家だと無理やりに食べちゃう。本当は食べたくない、そういう思いもあるけど気まずいから食べる。いでん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 、自家では全く食べへん実家ではわがまま言う。それでもね、お母さんはね、いいって言うよね。さんさん行こう。え、なに、メガネとかかけたけどなんもな、え、あ、え、終わり。え、これを聞くためだけに私はここに、え、え、ショックなんだけど、え、こ、え、精神状態を良くするために。いやー、 BGM のさあやば、ジュンドゥク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 。うん、他にも使うところあったっけか。ちょ、この本をさ、しかも使うとこなくない？本ねえよな。電池、メガネ、あ、本あそこに入れればいいんか。そうか、本置きに行くか。そうだったわ、そうだ、あったんだ。おもちゃの電池。うわー、みんなありがとう、ひまの脳みそになってくれて助かるわ。やっぱこれこそ視聴者参加型ソロゲー。あ、はい、奴隷になった瞬間ね。2周目でも奴隷になるか、ひまここだ。あ、今無駄ね、ここね、入れてみるね。せーの、レッツブック。あ、ぴったりだ。ぬ、ぬる、な、この仕掛けいる？え？ここでそれを？あ、なんかご飯屋さんみたいなとこ来た。食堂だ。あ、来た。切り落としますね。キッチン。やったかやったかやったか、おもろいな。やったか、やったか、やったわ、やったわ。これでも生えてくるの、まあまあ知ってる知ってる。でもこれさ、動かせないよね多分。また切ったの？2周目だからちょっとまだ情が、ごめんなさいね。まあでも切ろうと思ってなかったんだけど、だって親戚のおじさんが切ること足りないって言うから。ペペペロ、すまんね、無駄なんだよ。成長は確かに遅れるけど、僕は君の一部なんだね。仲直りしよう。やったかやってないのか。今気がついた、あの本に挟んでいたしおり、あれがそうだったのね。え、挟んでたってことは、ん？でもめんどくさいから開始は今度でいいや。それに研究所にはパスワードを入れることも気がつ、しおり？もしかしてさ、さっきの
さっきの本しおりが挟まってあったってこと？なんか本もやっちゃったんだけどヘマ。あ、回収できる。やった。あ、ないない、なるほど。これバイオハザードシステムと同じだ。入れない、入れたら動くけど閉まっちゃうんだね。じゃこれは開けといた方が良さそうだね。はい、でこれで OK で、ここで地下行くんだけど、地下なんかあったっけ、今の状態で地下何かあるっけ。パスコードだな。じゃあそろそろパスコード、パスコードなんかあるか。パスワードがないもんね。え、パスワード入れれる、ほんと。絵の、あ、金庫のあれと同じか、まさか。あ、一緒っぽい。うわ、なげえよ。え、それをコピーだ、あ、そこをスクショだって、あー、まあ、キノコ戻ってきて。あー、そっちか、メモっとくの。紫の蝶は山へ帰るってメモっとくわ。メモっとくちゃん、メモってるわ。まあ、タヌキはお眠りよ。まあ、これいいや、3周目あるから。昨日思う黄色の人は命ささ、命ささげ、恋は、うん、どこに行ったの。これでいいや。はい、まあ、これで次はパスワード開くじゃん。よし、これでいいか。でこれでとりあえずメガネ、電池、あ、電池あれか、ブーブーかな。あ、ブーブーっぽくない。タヌキお眠りよ、昨日思う黄色の人は命ささげ、恋はどこに行ったの。オッケー。でここで収入化したものはないか。ないな。これでブーブーンとこ行こう。ブーブーンとこ、待って、こっから行けるか。いや、違うわ、ここじゃない、ここじゃないわ。うわ、待って、ブーブーン、うわ待って、ブーブーのとこどこ、うわ覚えてないかも。ここネジ、ネジでしょ。これもう一つ、うわーやばい。まあでも2周目やりきったことはやりきった可能性ある。でもブーブーを入れ、うわこれ上だったっけ、上だったな。あ、上か、あ、上か。いやー、なんだったっけ、あー覚えてない。暖炉だった、あ、書斎の暖炉。あ、うわ、天才おるな。え、こんな暗かったっけ。え、あれ待って、あれこんな暗かったっけ、ここそうでしたっけ。え、あ、ここ、あ、ここだ。え、みんなよく覚えてたね。え、よく覚えてたね。こんなとこ一切覚えてなかったわ。暖炉ね、暖炉ね。オッケーオッケー。でこれで舐めたらしびれた。舐めたんだ電池。え、なんでだろう。これさ、車、車をさ腐らせないと動けないのかな。
3周目は行けたくない？3周目は行けたよね。で電池って舐めたら危ないんだ。そうなの？知らなかった。車は覚醒してから、覚醒してからか。これとりあえずロープ引っ掛けるか、ロープ引っ掛けるか。はい、降りれるかも。ここね、まあ、ショートカット、これもう、もうこれパスワードさ、時にいけそうじゃね。このキノコの成長具合じゃまずいかな。電池はまず入れれないじゃん。これ入れれんじゃね。あ、これダメか。あ、壊れてるからダメなんだね。あ、地下室の鍵ぐらいか。あとここね。やめて。見える、見えるぞ。俺は見える。やばい。でもまだ大丈夫。よしよし、踏む。あれ、うわん、これとか読んでた方がいいんだろうな。待って、これ読むよね。え、これ読むためにこれブイーンってしたんか。これ行かなくてよかったくない？いいよね、これ行かなくてもよかったよね。だって右行ってもなんもないし。やばいわ。あ、死ぬね。あ、ここか。でも鍵なくなるんじゃね、これ。また3周目なくなってたよね。いや、これ取らない方が良かったのでは。これもしかして、いや、これあるな。これね、取らない方が良かったかもしれん。可能性ある。これ3周目は大丈夫かな。まあ、次見てみるか。とりあえず地下の鍵を手に入れた。書斎の書斎の暖炉から車電池が入れれなかった。おし、で、チーカーの鍵を手に入れた。 OK ね。あ、やり直すのも手。でもさ、とりあえずさ、わかんないからニューゲーム行ってみるわ。もし、ここやり直しポイントね、2周目。やり直しポイントかもしれない。だから地下の鍵を手に入れた。ここやり直しポイント。やり直しポイント。OK？ またここなの？そうなんよ、ごめんな。あ、ちょっと！クリックで歩くな。で、パスワードをやって。もう嫌だよ。あ、プレゼント来た。第1弾。少し明るくなる発光。これ発光することによってさ、さっきの地下も明るくなってたのかな。で、第2弾。出戻りキノコ。じゃあまず、3周目でしたいことは、3周目でしたいことは、まず、
遺体回収だよね。遺体回収、パスワード、地下のパスワードを入れること、入れて遺体回収ね。 OK、 じゃあ行くか。いや違う、あーもうこれミスね、これだわ。これ写真撮っとけばいいわ、何回も見なくて済むからね。よし、はい、チーズ、よし、はい、チーズ、はい、チーズ、おい、たぬきお眠りよ、コピー、たぬきお眠りよ、これだからたぬきお眠りよ、たぬきをまず探せ、たぬき、は、キツネはいるけどたぬきはいないのでは、え、え、タヌキはお眠り、タヌキ、あ、そういうことか、え、タヌキ3番か、3番かな、タヌキは水を飲む、3番かな、じゃん、タヌキはお眠りよ、7 37、昨日思う、昨日思えよ、あと5番、黄色の人は命ささげん、黄色の人は命ささげ、黄色の6、人は命ささげ、人は命ささげ、人は命ささげ、あと2、恋はどこに、恋だった、本当に変だった、恋か、恋は7、どこに行ったの、9、え、のも、これもしかしての、これでいいんか、 1,2,3,4,5,6、 7桁かな、7桁かな、ちょっと行ってみるか、わかんねえから。地下に行くには、下ね、これショートカットある、もしかして、あ、来た、あと一つある、どこに、え、あと一つある、8桁だった、え、タヌキはお眠りよ、タヌキはは3、お眠りよは7、え、昨日思う5、え、黄色の人は命ささげ、黄色の6、人は命ささげ、キツネは命ささげになって、人はがないんだ、あ、分かった分かった、4だ、この間4がないんだ、6人の間に4がある、ここ多分4だ、人は人は命ささげ、ん？違うわ、人は4、命ささげ、命ささげ2、あ、来た、これだ多分、あ、ペッ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 ペ
え、3756 4237564279、長っ。こんな長いパスワードなかなかないでな。よし、ほなやれますか。ちょっと10分から始めますってやつ消しとこう。これ今気がついた。よし、いきます。ゆえで、これで、え、待って、頭おかしくなった。何しようとしてたんだっけ。ちょっとみんな、頭がおかしくなった。あ、そう、パスワードだ。遺体の回収とパスワード、遺体の回収とパスワード。遺体回収なくてもいいかな。パスワード、地下のパスワード、下だから、下、ここ、やばい。で、帰る。いや、まだ大丈夫、余裕余裕。これで、あ、で、ここで入れたらいいでしょ。来た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 、3756427937 8 5 8 4 5 6 3 7 5 6 4 2 7 9。どう、これで。きたー、やったー、やったへー。あれ、動いた。で、よし、入りました。じゃあ、違う。あ、もう血につられて2歩無駄にした。あれ、お人形さんがある。これなんて書いてんだよ。あ、出口じゃんこれ。え、でも読めない、何も。うわ、どこじゃんこれ。階段だったの、これシャッターかと思った。はいはいはい、なるほど。これさ、上にさ、いや違うな、これデンジャーのとこだよね。結構デンジャーのとこや。だからちょっと横行ってみようか。キノコの発見した南米の洞窟の奥深くでしたが、キノコを繁殖させることはできなかった。長い間その原因は分からず、研究者たちを悩み、しかし近年になって洞窟内に落ちている特殊な鉱石が出す電磁波が鍵だということを発見した。へえ、鉱石が出す電磁波が鍵。これによって長い年月をかけてキノコはより生活しやすい環境の適応を求める。その速度は経緯的だ、驚異的だ。何言うとんねん。あ、メガネね、メガネかけた方がいいか。ここ数ヶ月でここのキノコはこの研究所に馴染んでしまった。もはや発見時とは別のキノコである。我々にこのキノコは扱えるのか。何、産業で頼む。そんな顔なるって、ヒマもそんな顔なってたもん今。あれ、ヒマのメガネは、あ、遺体回収しないといけませんね。え、さっきどこで亡くなりましたかね。あ、地下の鍵のとこか。あ、じゃあパイよ、ちょ、とりあえず見るか。紙いっぱいあるし。え、なにあれ、なんだ、こんな暇を、こんな暗いとこに痛い思いばっかさせてるから。あれはなんだ、わび石か。制圧完了。もはや我々は進化に適さない初期の禁止を確保。あとは人間が必要。あ、人間って我のことですか。ぽいな。キノコの気持ちみたいなメモばっかやな、ここ。やばい。既得して、何これ、既存していた出来事だ。失踪していた研究者たちが一斉になだれ込んできた。彼らは武装しこの研究所を制圧しようとした。我々も汚染したが、彼らは重火器による被弾に全くひるまない。もはやゾンビだ。同じ顔ばっかしとるな。え、わび石でも行けなそうだね。わび石の先、ここ見てみようか。お、何ですかここは。あるよ、食品サンプル。なんでこんなとこに食品サンプルが。うわ、メガネ欲しすぎる案件なんですけど。ここ
しかも剣がある上に。いやこれわあどうする。え、なんか出てきた悪魔、悪魔と天使が出てきた。え、何それで、で、え、何の声、罠か、悪を滅ぼしたか。え、悪いなくなってる。はい、騎士は過ちを犯した、悪は栄えた。は、え、どういうこと。今いなかったよね。でもね、悪魔これスクショ撮った方がいいのか。またあ、見てなかったよ。今スクショ携帯見てたんだもんね。いや適当にやるか、今覚えてたな。うわこれ、まあ、どっちもどっち。お、悪を滅ぼしてやる暇が。ちょ待って、これ、あ、あ、私は家に帰る、おかしくなってきちゃった。これ一回、ちょっと待って、一回こう見て、スクショ見て、いくよ、はい、あ、間違えたもう一回もう一回、あ、いいんだいいんだいいんだ、これでいいんだ、はい、2、バカめ、今のな、手元にはスマートフォンっていうな高機能アイテムがあるんだ。捧げってそういうことか。いや分からんやないやん、どういうこと。いや分かるだろ、ここなんだから。え、あ、こっちよ。あ、何をすればいいんだこれ。キノコ、いやキノコしかないけど。あ、ヒマが悪をボコボコにできないってこと。あ、物は、こう物いるんだ、多分この剣とか。ちょうだいや。いや、届かんし、キノコだったら届くだろうがよ。剣をください。届かないよ。キノコしか持ってねえよ、今。いや、キノコしかねえが。これダメだ、もう290だから。え、これ地下の鍵どうなるんだろう、遺体回収できんのかな。素材に剣あるけど、ネジ回しいるじゃんね、ネジかかってたし。ちょ、キノコで帰るか、遺体回収できやすいように。ここでいいな、もう仕方ないな今回は。うん、でこれで、これ地下の鍵4周目やばかったっけ、4周目で取られたんだっけ、確かそうだったっけ。紛失だよねこれ多分。じゃあこれさ、もう一回3周目やればよ、良いですね。ちょ、なかったことにするわ。もう一度戻りましょう、3周目で。これで、え、3周目合ってる ?3 周目だね。よしよし。で、2周目地下だから、地下のパスワードと遺体回収、遺体回収先の方が良くない?ってことは。で、遺体回収は地下だから、どこが一番近いんだ、書籍のところじゃないか、地下、地下右下のとこなんだよな。だからこっちは車だから、ちょっと待ってよ、謎解き変わってたりする。嘘でしょ、え、嘘じゃん、え、え、変わっ、え、
謎解き変わってんの？いや、でもスクショ撮ってるから大丈夫だよ、全然。だから、あ、2周目に戻った方が楽説ある。確かに地下の鍵だって。そうか、今そもそも地下の鍵を落とさなきゃいいんだ。別にそういうことだよね。なかったことにするね。2周目でしょ。で、2周目でしたことは本を手に入れた、地下の鍵を手に入れたんだから、さあ時間が巻き戻っていきますよ。あれ、ここのロープ取ってなかったっけ。また会ったな。お前を消す方法を探している。よし。で、これで多分ショートカットしていかないといけないんだよな。みんなのさ、コメントが鍵になるから頼むわ。ちょっとみんなの脳みそ貸してよ。今多分もうこれ多分後半ゲロ吐いてるから。ロープ、アイテム入手して、タヌキはお眠りよ。だから地下の鍵をまずそこの金庫調べるか。ここ開けてないもんね、まだ。で、うわ、そうか、下のやつ見に行ってみないといけないんだ。うわ、変わってんじゃん。変わってるよこれ。うわ変わってるよ、変わってるよこれ。玉彩色のキツネは声を垂らす。いや、変わってるわこれ。ここで、これスクショ撮っといてよかったよ。玉彩色の3、キツネは3、キツネはだから3、321ポヨカラス、321321321、3、2、1、これでいけるはず。よしよしよし。で、電池で、これでゲット。で、ここからやることは地下の鍵を手に入れるのがポイントだったから、地下の鍵を手に入れよう。で、書斎の暖炉から車に行ったけど電池がなかったから、入れれなかったから、そこは行かなくてもいいって感じか。じゃあどこに行けばいいんだ今。書斎の地下の鍵を手に入れたとこまでかな。で、ここにヒマの死んだものがあるはず。これね、初期化されてんのこれ全部。そういうこと。なんで、あれ1周目の死体ここで死んだよな今。どういうこと。だってばよ。吐きそう。待って、電池、電池しか持ってない。待って、そもそも今電池しか持ってなかった切ない。キノコ、いやでも死体回収してないから。巻き戻しじゃなくてリセットだから。じ
応リセットだったらなんで2周目からできるんですかっていう話じゃない？なんですと？アイテムは元に戻る。は？ちょっと歩くわ。とりあえず歩くわ。ね、この右の部屋ちょっと道覚えるわ。今エンド見たい人のため。え、エンドって変わるってこと？一個一個で。ここなんだったっけ。あー、ここトイレ直通か。トイレ直通便だ。オッケーオッケー、トイレ直通便。でここに電池入れて、でもダメだった。これエンドやばそうじゃない？しかもさ、死体消えてるよね。ってことはここの目、え、ヒマの、え、じゃあメガネもってこと？メガネも死んだ？え、じゃあ死体がないってこと？あ、メガネ、うわー、メガネあったってことはそういうことだもん。うわー、うわー、もうそういうことかー。ひゃー、これは死ぬ。火は、そうだ、8って書いてあったような1回目のエンド。え？待って、これさ、エンド見たいためにみんなのコメントの力借りないと暇は無理だぞ絶対これ。あとメモらないと。記憶ってことでしょ、要は。これ最初から絶対やった方がいいな。じゃあちょっとみんなで考えよう。考えタイムしよう。始まりの回しよう。これなかったことにして1周目するじゃん。1周目することはちょっとメモろう。待って、頭おかしくなってきた本当に。1周目、まず何をすればいいんだ。1周目で一番ショートカット、1周目でできるのは、ちょっとメモるわ。1周目、1周目でできるのはフロッピーを取る。フロッピー取るじゃん。フロッピー取る。1周目はフロッピー取る。まず金庫パスワード、それだ。金庫パスワード、初期の金庫パスワード、フロッピー取る。あとなんかあるっけ。フロッピー取る、ロープ回収、あー、箱の横のロープ回収。で、あとは、あとはなんだ、ロープ回収、これぐらいかな。女子トイレのロープ、それ1周目でできるかな。女子トイレロープ&風呂メガネ風呂メガネかな。これぐらいかな。重い方もいるかな。アイテム回収1周目でできれば全部したいよね。あ、いや待って、これメガネからのロープか。メガネからのロープだ。風呂メガネかけのかからからの女子トイレロープでしょ。で、あとこれぐらいできれば十分だけどね、正直。地図、あ、そうね、地図もそうだな。
重い本行きたいけど、重い本は女子ロープの真逆だから、先に本行くかどっちかだよね。重い本か歩数の見たい。あー、重い本、重い本、重い本だな。歩数計算、あ、歩数計算機ってそこのメモになかったっけ。ここ、あの女子トイレの横、ここじゃない。フロッピーの途中で本取れる、フロッピーの途中で本、あ、そうか、フロッピー取る、隠し扉で本を取り、左上でフロッピーを取る、これだな。これでいいか。歩数計算機は初期リスの右、ってことは最初に言った方がいいな。初期リスの、初期リスの横に、歩数計算機、これでいいじゃろ。これでどう？これでとりあえず結構できるぞ。一周目で割と、これで割といいんじゃないか。よいしょ、ここも書いとくわ。おい、背景を黄色にして、はい、うわ見づらいね。こうだ、よし、何色がいいかな。青色にしよう。よしよし、これでいいや。よし、これでいけるだろう。うん、途中やばくなったら裁断機、暖炉経由で歩数、あれ暖炉経由、あれ最初じゃなかった。一周目行こうか。とりあえず練習で行こう。トゥードゥリストね。最初は、初期の金庫パスワードを覚えましょう。よし、来た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 。いいぞいいぞ。で、コントロールで話がスキップするので、あ、そうか、車があるからか。これもう完全に2周目3周目用のスキップだよね。よし、行くぞ。入れよ、キノコ。で、これで、来ました。よし、これで、まず、初期の金庫パスワード、もう分かってるんだよ。これ、マップ覚えるのがまずね、もう脳処理ね。ここちょっと見ていい？あ、ここおちょ入れだったっけ。あ、なるほど、そうか、ここ車が塞がってていけないんだ。そうだそうだそうだ。ほにゃ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 ってことは、まずロープ取ります。ロープ取ります。初期の金庫パスワードを見に行きます。これで歩数を稼がれる。タイトルは黄色の魚はお眠りよ、黄色の魚はお眠りよ、黄色の6 6 9 6 9 7 6 9 7。697、よし、開いた。で、電池ゲットしました。次は隠し扉で本を取り、左上でフロッピーを取る。はい、で、ここでロープで、よしよし、もう初見とは思えないサクサクで、これで隠し扉に行きます。で、ぬいぐるみで本をゲットする。あ、違う違う違う、こっちだ。
でゲットする、重いで、バイバイする、で進化する、あこれね、深いキノコね。でこれで本を取り、左上でフロッピーを取る、だからこっからフロッピーを取りましょう。そんなもんで、まずこうしてこうする、待って、よし合ってるな、よし合ってるな、一歩一歩が命だからな、もうでこう、よしよし、早いよ、なんだか早くない今回、木のせい、木のせいだな。でこうで個数稼ぎ、でこうしていきますんで、はい、でねこれで左上に行けるから左上行って、よっしゃしゃしゃ、でフロッピーゲットした、はい、いい感じじゃない、2個目までできてる。で箱の横のロープ回収もできてる。初期リスの横に歩数計算機、これってさ今車があるからできないんだよね。ってことは暖炉から行かないといけないってことだよね。これ消しとこう、これ風呂メガネ女子トイレロープコースかな、うん、ってことはここ下降りて右上行って、でここでまず風呂に行き、でも風呂に行く前に大丈夫かな、これでっかくならねえかな、これ切り落とし、いやでも待って、これ男子トイレには用事なかったっけ、ないよね、風呂メガネはいけそうだけど、トイレのロープ取った左下の段、そうだよね、切断機欲しいよね、あまだ1段階あったっけこれ、じゃあまず風呂行ってメガネ取って、メガネゲットするね、女子トイレに行く、で、あ、う、あ、やめてください、お願いします、わあお前ほんと許せねえな、でもあと、いや100歩ぐらいならいけるっしょ、よし、最短でな、でロープを手に入れた、この下だよね、で、裁断機ってどこだっけ、ここにあったっけ、待って、裁断機ここじゃなくね、ちょっと待って、今ならまだ間に合う、考え直せば、フロッピー入れて、フロッピー入れて、でパソコンにフロッピー入れ、うわちょっと待って、ここもメモっとこう、トイレロープ、パソコンにフロッピー、はい、で入れてください、フロッピー、よし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 、いいぞ、でこれでちゃんと第六感を、早っ、ここもできるんだ、はいここです、でん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 
何かが開いて、え、待って、これ右だったっけ、これ右、このここ、ここで、ここでしたか。待って、これ一歩一歩がもう命だからな。右だよね、レンジャーのとこだよね。よし行こう、頼む頼む、間に合ってくれ。う、うわ、今の一歩がもう、頼む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 、きたーきたー、やった、いいぞ。帰とこう、場所、ちょ、メモがもうメモすぎる、いっぱいすぎて、祭壇記、場所、暖炉のある部屋の右、よしよし、絶対あと一歩とかだったよね。で、切る、よし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 、で、キャーン、やったかこれ好き、マジで、やったのか。そう、で、こっからですよ、やりたいことはやった。で、今アイテム持ってるのが、重い本、電池、メガネ、ロープ。だからロープ、まあ、一つ、あー、どうしようかな、本を入れて、まあ、入れて何もならないけど出口を作ってあげるっていうのが大事なのかな。とりあえずメガネか、あ、ここね、うん、そうね、メガネは常にかけとこか。うん、じゃあ歩数計算のとこ行きたいな。いや、そんなん言われたかって、これ言うね、一周目だから言うんだよ、知ってるよそれ。よしよし、あれあれ、あ、ドライバー、ドライバーがあるよ、ドライバー、ドライバー、来た、あれ、切断機の横にドライバーあったんだ、書いとこ、よし、結構メガネはもうずっとかけておかないといけないね。ねえ、裁断機でキノコを切り、隣にある、あ、メガネをかけてドライバーを取る、かっこ右、よしよし、これで、あ、取る、はい。で、これで、これで、ほんで、こっから、こっからね、歩数計算に行きたいから、歩数計算で、ドライバーで何もかもできるんだよな。これ悩むよ、これドライバー。これドライバー結構、剣はいるじゃん、多分。でもこれ剣を何周目に取るかが問題。でも多分今取ってた方がもう良さそうくない？なんか早めに取った方が良さそうだよね。で、剣はしょっさっさにあるから、そこ行って、とりあえずここにあるでしょ、だって。で、ここで取って、で、ネジ回しで取る。どう？お、剣を手に入れた、よしよし、何かが固まったね、ぬんちゃんの中で何かが。よし、これで剣を取りました。剣を取ったので、あ、間違えた、剣を取ったのね、剣レプリカ、何も切れない、役立たずあれあれ、嫌な予感がするな、あれあれあれ、なんか嫌な予感がする説明だな、これ。あれあれ、レプリカいける、まあ、メガネかけとこか、とりあえず。
これもしか、あ、これが長いものになるのか、もしかして。じゃあ暖炉行くか。で暖炉に剣を取る。で剣を取り暖炉に行き、ここまた長いんよ。で、ここに行って、で、ここで、剣の出番ですかな？行け、剣！この剣を、来たー！と、届く！来たー！やったー！一回の鍵を手に入れた。で、に行き、長い剣で、1階の鍵を入手。よし、できた。で、ほんで、ほんで、ほんで、で、鍵が開いたんで、ここに来た。で、歩数計算機をここで、これね、これだよね。で、これで分かるようになるんだよね。よしよしよし。よし、よし、77歩入手して、右の部屋に行き、歩数機をゲット。歩数機。はい、歩数機。で、メガネはかけとくか。メガネはかけといて、で、こっからメガネかけて、で、今、ロープが、あるからロープで下に行く。いや待てよ、ロープはとりあえずかけるじゃん。メガネかけて、で地下に行こうと思うんだけど、地下の鍵はこの右下だよね。この下って何だったっけ。あーそうか、ショートカットか。これって電池今使えないよね。だから意味ないんだよね。電池使えないもんね。こっちからだったら使えるみたいな、ちょっと試してみるか。あーダメなんだ。うわ無駄したな。じゃあ行きましょう。ここ長いんだよな地下。ほらね、ほらね。ねえ、ここで行って、よし。で、スイッチあります。歩数機行って、で、ここで、よし、鍵ゲット。右の矢に歩数機して、右下の部屋で、地下鍵を手に入れる。はい。すごいいいな今。はい、これで地下の鍵、地下ってどこから行くんだろう。でこっからよね。どういうこと。ここのスイッチあえて押さずに帰るときにショット化して使う手もあるね。あ、なるほど。わざと罠にはまれば上に行けるのか。うわ、可視更新だなそれは。でこれでバルブ触れれないよって言ってるよ。え、バルブなんかあったっけ。これなんか手とかない、なんかで回せよな。なんかで回せよ。ドライバーとかで回せないか。罠解除しないも帰っておくか。罠は外化のため、よし解除しない。はい、でこれ
バルブは熱かったから、熱そうなバルブだから多分ここはまだいけないんだよね多分。あ、これスイッチでなんとかなるのか。は、モード1、モード2。あ、え、ここで風呂ってこと。え、か、あ、これ風呂だよね多分。だからこれをなんだったっけ、3番はね薬液びちょびちょだったはず。風呂だこれ。ほら、ちょっと3にしとく、3にしとこう。で、これで、シャワー、シャワースイッチ、ここまだわかんないよな。シャワースイッチはてな、薬液4番か。じゃあ4にしよっか。3か4だったもんね。で、これでシャワー室行けば頭のキノコなくなるのかな。帰るか。で、これで裁判室って近くに1階の鍵、そう、3は監視モードだったんだよね。で、これで裁判室、でもシャワー室まで戻るか、これ裁判室に行くかだよね。待って、これ下って何もなかったっけ。キノコを沈めたいよな、とりあえずな。待って、こっから本に行く方法、下って何だったっけ。ちょ、行ってみるか。あー、近いじゃん。いいいいいい、めちゃめちゃいい。あ、いいいいいい、よしよし。いや、めちゃめちゃいいこれ。下に行き、本をはめる、はめ、キノコを殺す。で、本をはめる。はい、どうぞ。うん、ぴったりだ。よし。で、これでカット。お、いいね。結構余裕あった、今回は。よしよし。お前の命ももう終わりだ、死ね。よし、で、これで1階の鍵があるから、1個上の、扉が鍵だったはずだから、よしよしよし、いいね。え、あ、すいません、まず、あ、いや、だって親戚のおじさんがキノコ食べたいって言うから仕方ない、ヒマのせいじゃない。あ、すいません、成長は確かに遅れるけど、あ、すいません、仲直りしましょう。そうですね、一緒にヒマの家に入ってうんちとして活躍してください、お願いします。よし、で、1階の鍵で、キノコを殺して、で、上に行き、1階の鍵を使う。ここね。で、ここで1階の鍵を使う。地下の鍵ってどこじゃ、ねえ。よし。で、ここで、鏡も外せんの、ここ。だから色眼鏡つけて、色眼鏡つけて、まずここ外すじゃん。よし。よしよしよし、いいよ。鏡の向こうに穴がどこに繋がってるんだろう。ほう、
で、大きい鍵を使う。使ったら鏡を外して、待って、なんだ、変ななんかいるぞ、下に。気になるんだけど、お人形いる。パペット、お、マペットはどこ、うーん、ブサイク、素敵。あー、ブサイクなの好きなんだ。なるほど、手にはめて遊ぶ人形なんだね。え、パペットマペットできるってこと、今はめろよ、はまんないじゃん。人形だって、人形どっかで使われあったかな。はい、で、で、多分ここの、ここは押してた方がいいでしょう、通れるように。これは多分必要なことで、で、冷蔵庫とかも調べておこう。うわ、うんうんうん、うんうん、で、あ、パペットバブル、うわ、頭いいね、パペットバブル、そうだ、鍋つか、うわー、それだわさ。だからちょっと待って、これでってことは、え、バッ、待って、でもこっからさ、バルブのとこまで行けるかな。ちょっと待って、ここ何か見ようか。あー、え、ここだったんだ。じゃあマップ自体そんな狭くないな。あ、間違った、広くないな。じゃあパペットやりに行く。うわ、ここなのか。ってことは、うわーし、うわー、ショットカか。うわ、ショットカか、これさ。うわー、ショットカか。これどうしようかな。地下の鍵ってどこで使うんだ。しかも、じゃあこっち行った方が早いってこと？で、地下の鍵ってここか。だよね。え、これどうやって鍵開くんだっけ。あ、ここだ。あ、メガネね、メガネ、オッケー、メガネ。で、これで、で、ここよ。え、ここでよかったのか。うわ、ここでよかった。まあとりあえず一瞬だからいいさ、組み直さないといけないけど、結果的にいいや。地下へ行き、一回鍵使ったら、鏡を外して奥の部屋、書とか地下へ行き、地下、玄関前の、扉に入り、地下へ行く。こうだな。よし。で、パスワードの前にこれを見ないといけないから、タイトルは、タヌキお眠りよ。待って、タヌキはお眠りよ。あれ？これは一緒なんじゃないか？さっきと。あれ、ちょっと待ってよ。あ、これ一緒じゃん。やったー、37564279だ。よかったー。ちょっと37567279。あ、レベルアップすんな。さなごろ死に泣く。さなごろ死に泣く。よしよしよし。
で、待って、これさ、待って、これね、いや待った、これどうするよ、ここ分岐だぞ、だいぶこれだいぶ分岐じゃぞ。これは、まずそこのマネキンに、いやベルトコンベア別に行く必要ないか、ベルトコンベア行く必要ないよね。だってだってさ、なんかあったっけベルトコンベア、行くか、いじっとくか。何あったっけここ。あ、もしかして、もしかしてここが地下だったのか。なるほど、ここが地下の犯人だったのか。なるほどなるほど。ってことは地下へ行く、地下へ行ったら、パスワードを入力し、パスワードを入力し、パスワードを入力し、ベルトコンベヤーで、部屋に行く。よし。で、ここは？あ！裁断機あるやん。待って、裁断機ある場所、2個目。裁断機ある場所。ベルトコンベアの先、ベルトコンベアの先で、暖炉のある部屋の右、暖炉の部屋の下にもあるもんね、の下。よし、メモでいっぱいだよ、もうやばいよ、もう入らないよ、これ限界来た。これベルトコンベアで行く、こっからもう限界っぽいな。2枚目行くか、テキスト2。うん、よし。でこれで、ここね、はい。でメガネかけないといけないから、コンベアは途中から上方向になったな。2階か3階か、あ、何言ってんの、ど、何何言ったの今。館長の娘さんかわいそうだな、父親は毎日研究に冒頭してて、あまり建物の外にも出ずに一人でいつも遊んでいる。たまに研究が遊んだ、研究員が遊んであげているけれど、そうすると館長が怒るんだよね、サボるなって。それよりも大事なことがあるでしょう。正論パンチ。明日は彼女の誕生日、プレゼントぐらい渡しても大丈夫でしょう。どうせ父親は彼女が何を持っているかなんて気にし、もうしてないだろうし。子供のおもちゃみたいな見かけだけど、やっぱりここには子供がいたんだ。何知ってんのかお前。やった、宝箱だよ。テレレレーから、なんか入ってたんだ。ほーん、メガネ警察ね。ロープある、ロープ引っ掛けるとこあるけど、ひまロープ持ってないよ。電話ぐらいあと、まあ、とりあえず切断できることは分かったから、一回ここに戻ってくるのもあり。うん、でもロープってもうなくない、これ。ロープないよね。これ消して、よし、じゃ今から行くところは、何があるっけ今。ドライバー電池、これでも思ったんだけど、今これ1周目だけどクリアできるものなのかなっていうとこだよね。なんかできそうだけど、2周目じゃないと電池とか入れれないんじゃないかなって感じだよね。
どうしようかな。これ一つ目やることがあるといえばパペットかな。あとパペットぐらいかな、まあ、とりあえず戻りますか。で戻って、いや待って、戻るときにここも見たか。あ、ここだ。ここら辺でできるのでは。え、ここってさ、なんか回収したっけかっけ。あ、ここじゃない？悪魔刺すとこじゃない？あ、これなんだったっけ。あれ、電池あったんだけど。え、今一つあるし必要ないかなとか言いやがったんだけど、どういうこと。いや持てるだろ電池ぐらい、右と左ポケットに。ふざけ倒してるわこれ。でここやろう。ここで剣をもお持ちですから、これで写真準備いきます。あれ、悪魔いる？いるわ。あ、順番も変わってる。はい。で、これで、よし。で、これで、え、剣でやってこう。でもこれさ、レプリカでいけんのか？パチモンでは切れへんとか言ったら、マジで。もう大変なことにするよ。できた！やった！レプリカでも本物って思ったんだ！やった！で、これで、で、次に、ここ。できたよ！褒めてほしいな。イエーイ！あ、え、裁断機だ！え？裁断機だ！待って、ベルトコンベヤーで部屋に行って何したっけ、その後メモすんの忘れた。悪魔の部屋に行って、剣持って、剣で悪魔払い。よし、これね。これどうしよう。ここでロープ、鍵？もう鍵じゃん。ロープじゃないね。わあ、これどうする。でもさ、鍵が揃った。あ、南京錠。あ、ふーん、よかったね。ぬんち、冷た。あ、出口のあれだったんだ。冷たすぎん？ふーん、眉毛ふと、キノコさん？何今の鳴き声？これ切っていい？切れない？切り落としていいと思う？切っていい？切っちゃ死ぬかな。切ったらやばいかな。切断していいかこれ。死ぬよな多分これ。トリマ切ろう。トリマ切って、いやもったいないけど死ぬよ多分これ。やったか。ちょっと待って待って、これバルブ、ちょ、経歴、悪魔払い、悪魔払い、鍵が揃うが、キノコは、キノコがフンドするキノコがフンドし、ヒュンドして赤子をフンドし赤子、はい。で、パペットで、パペットで、パペットでバルブに行こう。なんも言わないじゃん。やば、
やば、戻ろ戻ろ戻ろ言うとるで。はっ、いやうぜえ、待って、うざすぎるこれ。え、ちょ待って、これ鍵でさ、いけんじゃねこれ、2階の鍵で。あ、来た来た来た、頭いい頭いい。で、2階の鍵を使い左の扉へ。で、で、みんなちょっと考えよ、こっから。目の前にはキノコとロープがあります。で、これ電池入れれんのかな？どうしよう、これ。電池入れれんのかな？ロープ回収？バルブ行く？これさ、バルブ、いやー、いやー、これ、いやー、これどうしよう、ロープ回収、わ、いや、うわ、最悪、いやー、マジか、これ多分ね、速さ的に無理だわ、追いつかれる。だから、うわー、なえるわー、これ、こいつマジで。あ、いけるかも。あー、いやー、キノコうぜー、こいつマジで。見つかったら終わりだ。でもちょっと、ちょっと避けれるかも。だから、うわ、どうしよう、じゃあそこの左下に行くしかないかも。オッケーオッケー、ちょっとやばい、キノコがやばいから、こっちに行って、こっち行くか。はっ、あぶねー、あぶねー、今ヒムの反射神経じゃなかったら死んでたぞ今。人形にゃんは悪いけど、これがあれば回せるね。よしよし。で、あ、待って、回した、モード4にしとこうか。モード4にして、あ、これさ、モード4にしてからさ、ねじった方が良かったんかな、可能性あるよな。うわ、これどうだ。で、これ使い左の扉へ、下へ、左にはキノコがいるので下へ。あ、もう大丈夫か。で、こっからシャワー室だから、え、これ入り口まで行っていいのかな、シャワー、それともだってヒナがさ、このまま頭にさ、キノコ生えたまま外出たらやばいってことだよね、結局。だから、いや、どうしようかな、1階に行く？下の扉からシャワー。あ、そうか、日光に弱いって書いてあったか、別にいいのか。とりあえずじゃ、うん、で、これで、あっ、うわ、だるこいつ、だるー、だるいこいつマジで、だる。で、これで下行って、え、下行って、待って、下行って、よしよし。で、で、で、待って、で、シャワー室どこだった？お風呂場だよね。あ、ってことは、この上行って、上行って、よしよしよし、よし、シャワーを浴びろ。来たー！来たー！浴びます。
水が少しぬるっとしてた。うん、やめとけばよかった。よし、聞いてる聞いてる、よし聞いてる聞いてる。でこれ裁断したくないと、とりあえずで、これどうしようかな。これキノコ大丈夫、裁断、裁断場ってどっかにあるっけ、この近く。裁断場、裁断場あるのは、火は3つ知ってて、暖炉のある部屋の右とベルトコンベアの先と暖炉の下のところなんだけど、もうベルトコンベアのとこぐらいか。でこう出口の方がもういいよな。でもいや絶対だって100歩で出れるかな。ここ出て左下だよね、左下だよね、左下だよね。あと何かできることあるかな。鍵鍵鍵、これ結局電池どこで使うんだったんか。これ電池使う場所なくなかった。メガネはまあいろんなとこで使ったし、剣も使った、ドライバーも使った、パペットも使った。電池、ラジオ以外使うとこあったっけ。車かな。ラジオ鳴らしとく？ラジオぐらい？いやラジオ行きたくねえな。まあでも行くか、せっかくやし。よし、来た。ノイズしか聞こえない。え、はやばい。え、どういうこと。え、なんかルンルンルンいるんだけど、キノコ、ルンルンキノコ。あ、こいつをやっとけばキノコが寄ってくるのか。あ、でも電池使ったからこれでよかったのか。いや、わかんねえ。でもとりあえず、このまま下だよね、下だよね。でも危ないよな、あそこ通るの。だから書斎から下、さっきの暖炉の部屋から下ってことかな。それかそのまま下。そうだよ、接触したくないよな、なるべくな。だここなんだよな。はっ、やばくね、待って、やばくね。あ、待って、あと60歩か。え、このまま左下だよね。来た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 。え、どこに3つのか、え、それぞれ鍵穴が違う。どこに3つの鍵をはめるの。え、これでいいんじゃないの。あ、よしよしよし、よかった。よし、焦るな私。よし、あと地下の鍵だ。いけ、きたー、きたー、よし、外に。ま、ま、待ってよ、ぬんちゃん。え、きのこさん。え、な、何かやり残したことはない。なぜまだ屋敷の中に。いや、なんだよこいつマジで。何、え、何これ、やり残したことあんの、こいつマジで。何なんだよ、命乞いかないよな。でもさ、一つ今気になることがあって、子供が中にいるってことなんだよな。いや、まあでもないでいいや。いや、ないでしょ、して。うん、何もないよ、早くだよ。うぇ、ダメだよ。え、え？キア！あ、ごめん。何のごめん？あのね、来た。僕はここから出て太陽の光を浴びると死んじゃうんだ。知ってるよ。だから今すぐ出ないでさ、僕が生き残るすべてを見つけようよ。ね、ぬんちゃん、キノコさん。
ごめんね。よし、いいぞ。よく言った。よく言ったね。ああ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 、そうかよ。来た。極太眉毛キノコ。じゃあここから出るなら僕の子孫は。子孫ってお前ずっと布団いきっぱいだ。出てくるやろどうせまた。お前の家族も友達もみんなひどい目に遭わせる。なんだこれ捨て台詞みたいな。ひっ、あ、本性現した。お前の大切な人を皆殺しにする。お前の何もかも奪ってやる。お前が泣いて残後悔しても絶対に許さない。死ぬまで追い詰めてやる。今ならまだ許してやれるんだからな。今ならね、ルンちゃん帰っちゃやばよ。わーわ、いやダメだ、ヌンちゃんと断るんだ。ヌンヌン来たー、私は帰るんだー。この見たこともない形相をしているルンちゃん、私は帰るんだー。だが断る。あー、あげるなー。来たー、太陽だ。あー、いいね、しょぼんだしょぼんだ。イエーイイエーイ、しょぼしょぼキノコ、しょぼんだね。終わった。とても長い一日だった。やったかやったか。帰ろう、お父さんとお母さんが待ってるもんね。やったか、これとうとうやったか、やったか。あ、もうすっかり夜になっちゃった。お母さん怒ってるかな。よかった、でもトゥルエンドっぽいなこれ。ただいま。ルンちゃん、もう遅いから心配したのよ。お父さんなんて心配しすぎて探しに出ちゃったんだから。ごめんごめん、いろいろあってさ。まあいいわ、お腹空いてるでしょ。早くこっちに来てご飯食べなちゃいなさい。はーい、よかった、マジでよかった。鍋にしようぜ今日は。よしよし、うん、いい匂い。シチューシチューだって、やったー。あー、もうヘトヘト、すんごい疲れてる顔。そりゃ疲れるよな。うん、いろいろ調べれる。あれ、この蝶々流行ってんのか。なんか遅くなった足、なんか暗くなった。うん、かわいい。ごちそうさま、すごい美味しかったよ。いつもありがとうお母さん。え、私何か変かな、普通だよ、へへ。あ、お手伝いするよ。え、いいじゃん、今日はそういう気分なの。え、ルンルンかわいい。お父さんおかえり。なんでそんなに涙目なの。だってそれ心配するでしょうが、夜までこんな小さい子がいなかったら。そんな、私は遠くへなんか行ったりしないよ。お母さん、今日はね、すっごい不思議なことがあったんだよ。あのね、あのね、うん、え、あ、トゥルーエンド来た。くやった、トゥルーエンドだ、ナンバーワンだ。しかもなんか怖いんだけど、何今のね、ちょっとなんかあのね、あのねみたいな。259、総歩数1009、おめでとうございます。あなたはエリンギ級です。イエーイ、カビからエリンギになった、イエーイ。これさ、シャワー浴びなかったらどうなってたの最後ね。どうなってたんだろう。あ、かわいい、かわいいじゃん。エンディングか、あ、変わるのかわいいよね。やった、エリンギ級になった、イエーイ。一番いいエンドかもしれない。これやる前と帰ったらやばかったのかな。ね、シャワーなかったらやばかったかもしれない。うん、
ニューゲームしたらなんかあんの？あ、続き見れるんだ。エリンギの続き、あ、エリンギじゃねえ。あ、エンディングだ、ちゃんとした。かわいいじゃん。ここまでプレイしていただきありがとうございました。え、文章と相変わらず雑な作りですが楽しんでいただけたのなら幸いです。ではまた。おー、いいゲームだよな。ありがとうございます。ぬんちゃん笑っとる。なるほど。薬液やらないと多分お父さんのお父さんもお母さんもやばいことになってんじゃない。多分そういうことだよね、きっとね。うん、あと車動かせてなかったかな。そんな感じだったかもね。いや、このメモはちょっと必要なメモだったな。これさ、最速でいけたりとかするとさ、なんかあんのかもね。うん、いや、これまた時間あるとき限度回収したいな、全部な。いや、面白かったこれ。あとベルトコンベアの先のロープか。とりあえず全回収してたら朝方になりそうだから今日はちょっとお休みしようかなと思います。わー、面白かったな。思ってる8倍ぐらい面白かった。うん、よし、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。またね、フリーゲームとか楽しいゲームあればどんどんやっていこうかなと思いますので、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくねー。ほな、最後スーパーチャット読んで終わりたいと思います。じゃあねー、おやっさい、お月の子、バイバーイ、バイバーイ。結構長いことゲームした気がする。楽しかったね、やっぱね。やっぱ今フリゲーとかああいうゲーム大好きだ。なんかドットの動くゲームみたいな。よいしょ、ただいまね。よいしょ、じゃあみんなと協力してる感あったよね今回。かなり協力してる感なかった。今一人だったら多分もうできてないよあれ。うん、よいしょ、じゃあスーパーチャット読んでいきます。お、デューマトリウスキャラクター初見いらっしゃい、スーパーチャットありがとう。コンジありがとう。ヒラディありがとう。お天気ちゃんありがとう。え、お天気ちゃん13日東京曇り、最高27度最低21度めっちゃ助かる。何このスーパーチャット、助かる。スーパーチャットしかも200円払って来てくれるんじゃなくて200円もらってこれ言ってくれんだ、助かる。明日は東京曇りらしいのでね。でも熱中症がたくさん出てるらしいので、皆さん東京住みの方だけではなくいろいろな住まいの方気をつけてくださいね。小学生中学生がバタバタ倒れてるらしいので、ご老人とね、気をつけてくんなまし。キャットキャットありがとう。ランディありがとう。梅ありがとう。ナイありがとう。団子ありがとう。ハチありがとう。
松茸がありがとう、ニコありがとう、ウロンありがとう、ジュブありがとう。うん、シロップありがとう、キャットキャットありがとう、ルトありがとう、マクドありがとう。スーパーチャット読んでる中のあれだけどさ、一つだけ英語のさコメントでさ、Hello your baby、 赤ちゃんじゃないけどね、 No baby、 No baby かな、No baby、 No baby、 ベイビーじゃないんだよな、赤ちゃんじゃありません、バブチではないです、よろしくお願いします。マクトありがとう、名前教えてほしいみたいな、あー OK OK、 My name is Himawari Honma、 バーチャル YouTuber して今 Let's play バーチャル YouTuber Subscribe Please 拡散希望 Thank you、 World is my Honma、 Worldwide Please Thank you、 いけたな、まことありがとう、白猫さんばありがとう、むち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 プリンありがとう、キャブありがとう、ワールドイズマインですよ、これは世界のほんまということで、いや本当に今ワーリー2時3時 Yes 2時3時2434 2時3時、よいしょ、黒ありがとう、チーズありがとう、しいたけ苦手な人に刻んでひき肉と混ぜてそぼろにすると美味しいよ、あそういうね、きのこぐちゃぐちゃだといいかもしれないね、でもさ、しいたけの肉詰めとかピーマンの肉詰めとかさ、そのしいたけを生かした料理っていうのが苦手なんだよね、あと鍋に入ってる水炊きのしいたけ、あれ茹でたしいたけじゃん、美味しくないんだよ、見た目美味しいんだけどね、あれなんでだろうね、嫌いなの、きのこミンチでも美味しそう、それやったら今食べれる、あぴょっかありがとう、トゥルエンド見れてよかった、面白かった、ひまも面白かった、とっても面白かった、うん、しいたけの肉詰めってないの、え、うちのさお母さんはしいたけの肉詰め作ってたよ、しいたけの中に肉パンパンにミンチ詰めてなんかバターで焼いてたよ、そうあるんだ、ないところもあるのかな、じゃあ今はね、あれが好きだね、細いキノコ、エリンギじゃない、なんだっけ、しめじじゃなくて、さ避けるやつ、さ衛生マールとかでもよく出てくるやつ、エリンギっていうのかな、あれがエリンギか、なんかペラペラになるやつ、あえのきだ、えのき、それそれ、えのきだけが一番好きだと思う、キノコの中では、うん、よく食べてるよね、 ASMR でさ、青色のえのきだけとかさ、水色のえのきだけとか、あんな、なんでさ ASMR って合成着色料のパワフルなものを食べるのかなって思うよね、やっぱ耳で感じてもよし、目で感じてもよしって感じなのかなって思ってるよね、えのき ASMR 結構好きだよ、今なんならサーモン ASMR も好きだよ、うん、結構 ASMR ね聞くのは好きなんだよね、でもなんか人の声で「はあ」みたいなやつは聞かないけど、くちゃくちゃしてる、もちゃもちゃしてる、食べてるやつは見てるって感じだね、うん、サーモン ASMR ドゥルドゥルしてるよ、もっちゃもっちゃもっちゃみたいな、でもくちゃら嫌いな人はね聞けないかもな、うん、もしかしたらな、ヒナは食べてる音咀嚼音が好きだから別に構わんけど、うん、うん、咀嚼音あるかもしんない、そう咀嚼音苦手な人はもうストレスを感じまぐるからね、本当にあれは、うん、
トゥルトゥルして耳元でもちゃぐちゃもちゃもちゃみたいな。うん、まあでも自分の好きなね ASMR 聞ければいいよね。うん、いやひまもなんか食べて ASMR したいけどな。なんかキュウリとかならよくない？もちゃもちゃしてるやつは嫌だけど、なんかキュウリとかさ、そういうサクサク系とかさ、氷とかいいんじゃない？なんかそういうあんまり咀嚼でもさ、いい音のものなら良さそうじゃない？たくあんいいね。うん、たくあんとかシャクシャクサクサク、あとガリガリもいいかも。野菜スティック、うん、パリパリとかね。あ、みんななんか知ってるね。ちょっとメモっとこうかな。キュウリ、氷、待って、キュウリと氷がいいならさ、キュウリを氷、キュウリと氷と飴がいいなら、キュウリを飴細工すれば最強ってこと？全部合わせたらそういうこと？水飴漬けにしたらいいってこと？あのいちご飴みたいにしたらいいのか。天才？来た。そういうことか。キュウリ飴みたいな。キュウリ飴さ、だってガリって噛んでその後シャキシャキなんでしょ。不思議そうだよね。それちょっとやろうかな、ひま。うん、え、どんな音になるんだろうね。とりあえずキュウリは食べますじゃん。食べる、 ASMR で食べるやつが好きだから、やっぱ自分の好きなことしていきたいよね。そうしようじゃん。凍らしたメロンでよくない？いや、だってメロンとキュウリの食感って全然違うことはないか。そうでもない。あれ、キュウリのシャキシカリカリ感とかシャキシャキ感って他に出せなくない？セロリ？いや、え？出せなくないか？出せんのかな、キュウリの感触って。出せるんかな。いや、音がいいからいいと思うんだよね、今は。キュウリ、まあでもやってみればいいか。やってみたら変わるかもしんないしね。じゃやってみます、動画とかで一回。でもなんかいきなりキュウリ SM、 キュウリ ASMR 出しますって、ちょっとチャンネル登録してる人びっくりするかな。普通にゲーム配信してたのにいきなり ASMR しなさ、びっくりするかな。大丈夫かな。まあ大丈夫か。まあ好きなことやるチャンネルだからいいか。じゃあやりますか。ということで、本日もたくさん見ていただいてありがとうございました。最近はね、1時間の動画とか結構多かったし、動画てか生放送1時間のことね多かったから、久しぶりに2、3時間、3時間10、11、12、1、3時間ぐらいができたから、みんなとちょっと話しながらできたから良かったかなっていう気がしまとう。今週はね、あの19日に広島ライブがありますので、そちらに向けて、いやーマジでね、ダンス練習ほんときついよ。いやマジでみんなが思ってるより日は覚えれないからね、ダンス。いやー、それを期待して待っててください。ということで、今日はもうゆっくり寝たいと思います。また近々ね、メンゲンもやりたいと思ってますので、メンバーさんはコミュニティ登録、間違った、メンバーさんじゃない人はメンバー登録よければしてください。メンバーじゃない人、メンバー、あ、間違った、メンバーの人は楽しみにしといてくらちゃい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。またね、おやさい、ゆっくり寝ておくれな、バイバイ。お野菜ね。お野菜だよ。バイバイ。